一つ目、元千葉ロッテマリーンズ投手事件。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。やったーついにプロ野球が開幕したぜ。マリサはどこの球団のファンなの？私は千葉ロッテマリーンズのファンだな。ロッテね。過去に色々とあったところだね。否定はできないけど、悪夢の連敗があったからこそ今のロッテがあるんだ。ジョニーのことを笑う奴は私は許さないぜ。急に怒らないでよ。私は千葉ロッテについて侮辱しているわけではないよ。あくまでも千葉ロッテに在籍していた投手がとんでもない事件を起こしたことを言っているわ。え、過去にそんなことがあったのか？まずは事件の概要から解説していくわ。元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件は、元プロ野球選手の小川博が、2004年平成16年11月18日に埼玉県上尾市内で起こした強盗殺人事件のことよ。小川博か、私はロッテファンだけど初めて聞いた名前だぜ。どうして、小川は強盗殺人事件を犯してしまったんだ？それはね、小川の心にある闇があったからだわ。その闇っていうのは何だ？それは後ほど解説するから今は保留にしておくね。次は今回の事件の犯人である小川の生い立ちについて解説していくよ。小川は1962年4月2日、栃木県足利市に生まれ、1歳の時に子供に恵まれなかった群馬県在住の大工清掃作業員夫婦の養子となるの。それ以降は養子先の両親の愛情を受けてすくすくと育つことになるね。それから、小学生の頃に小川はあるスポーツと出会うことになるわ。なるほどな、それが野球だったってわけか。その通りだよ。もともと、運動神経が良かった小川はすぐに頭角を現し、地元では有名な野球選手に成長していくことになるわ。その結果、1978年に県立前橋工業高校に入学し、1年秋からエースとして、当時甲子園への出場経験が春夏通算4度であった同校を3度の甲子園に導くことになるの。すごいな。それで小川のポジションはどこか気になるぜ。あ、エースってことはもしかして投手なのか？その通り小川は投手だったわ。それにしてもすごいな、1年生でエースとなりチームを甲子園に導くなんて。確かにそうね。最終的に小川は甲子園で優勝することはできなかったけど、県立前橋工業高校を甲子園の常連校にし、また、マウンド上の立ち振る舞いや整った顔立ちから、群馬の玉三郎と呼ばれることになるわ。甲子園のアイドルになったわけだな。甲子園のアイドルといえばハンカチ王子を思い出すぜ。懐かしいね。現在は会社を立ち上げているけどね。え、そうなのか。やっぱりすごいな、ゆうくんは。話を戻すけど、小川は高校卒業後に青山学院大学法学部に進学することになったよ。え、甲子園の活躍から考えるとすぐにプロに入ると思ったぜ。うん、当時のスカウトマンたちは小川を指名しようとしていたけど両親が、大学は出てほしいという希望があったことから小川は進学の道を選択することになったわ。なるほどな、それで大学に進学したわけか。それで小川は大学でどんな活躍をしたんだ？青山学院大学において小川はチームの主力選手として活躍し、リーグ戦におけるチームの歴代最高順位を残すことになったの。その結果、1984年のドラフト会議でロッテオリオンズと阪急ブレイブスから2位指名を受け、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、プロの世界に足を踏み入れることになったわ。かなり順風満帆なスタートだな。それでプロでも小川は活躍することができたのか？うん、プロ入り後の小川は背番号26を背負い、1985年は開幕第3戦に先発として起用されるなど、新人ながら先発2試合を含め1軍21試合に登板し2勝を挙げているね。その後は先発として起用されることが多くなり、1985年10月5日の西武戦でプロ初勝利を挙げているわ。それから、プロ4年目のシーズンではチームの主力選手として活躍し、2桁勝利を挙げ最多奪三振のタイトルを獲得しているね。プロでも順調な活躍を果たしていたんだな。でも、どうして小川は道を踏み外すことになってしまったのか気になるぜ。それはね、これまで酷使していた右肩を故障してしまい成績が低迷してしまうからだよ。でも、それはあくまでもプロ野球選手として成績が落ちたわけだから、人の道を踏み外すことになるとは違うような気がするけどな。本当にそうかな、マリサ、もう一度小川のこれまでの人生を考えてみてよ。ものすごく順調というか順風満帆な感じだな。そう、そこだよ。読めたぜ、小川のこれまでの人生はすべて順風満帆。つまり、いろいろな壁にぶつかったことが他の人よりも少なかったってわけだな。そういうことだよ。まあもちろん、小川が何の苦労もしていないとは言わないけど、野球選手としてこれからの時に怪我をしてしまったことは想像以上に彼の人生を狂わせることになるんだ。やっぱり、プロの世界は厳しいな。うん、それは間違いないね。また、全盛期から一気に下降したことによって小川には、
ある感覚が狂った状態が続くことになるわ。その感覚って何なんだ？それはね、金銭感覚だよ。なるほどな、それはかなり厄介な感覚だな。話を進めていくけど、小川は怪我から一時的復活を遂げたけど、全盛期の活躍を果たすことはできず、最終的には1992年にプロの世界から去ることになるわ。本当に怪我に泣かされた選手だな。でも、もともとは優秀な野球選手だったわけだから、球団にコーチとして残ることはできたんだよな。うん、それはできたよ。小川はチームのトレーニングコーチとして所属し、若手から慕われる存在だったと言われているね。だけど相変わらず金銭感覚は狂ったままで、毎日高級クラブに通っては大金を使っていたそうだよ。やっぱり一度知った蜜の味は忘れられなかったってことだな。でも、コーチとして球団に所属していればお金には困らなかったんじゃないのか？いや、それがこの頃から友人や同僚にお金を借りていたと言われているね。え、そんな球団のコーチの給料は低かったのか？いや、一般的な人に比べると高いことは間違いないよ。だけど、小川の私生活はいろいろとお金がかかるからね。到底コーチの給料では生活することができなかったわ。なるほどな、でも同僚とかにお金を借りているのが、球団に発覚するといろいろとまずいんじゃないのか？うん、そのことが直接的な理由にはなっていないけど、結果として小川は2002年に球界から去ることになってしまったわ。その結果、小川は一気に転落人生を歩むことになってしまうの。まあ、見方を変えれば身から出た詐欺だな。それは否定できないね。話を戻すけど、球界から去った小川は相変わらず豪勢な生活を送った結果、いくつもの闇金から借金を背負うことになってしまうわ。人間の金銭感覚は本当に恐ろしいな。でも、この時の小川には色々な人がお金を貸してくれていたわ。やっぱり元プロ野球選手の力は色々とすごいな。だけど人から借りるお金は返済に当てていたので、結局は火の車状態で、借金だけが積もっていたことは間違いないね。完全に牛島くんの世界だな。借金を返すためにまたお金を借りる、最悪の悪循環だぜ。しばらくこの状態の生活が続き、小川の経済状況は最悪の状態となってしまい、ようやくまともな職に就くことにしたわ。ものすごく行動が遅いな。普通だったらコーチをクビになった時に職を探すと思うけどな。うん、小川がすぐに野球の道を捨てることができなかった理由は、自身のプライドがあったからだと言われているね。なるほどな、現役時代に活躍していたし、なかなか踏ん切りをつけることは難しいよな。結局、小川はアルバイトを経て、2003年1月には新聞の求人広告をきっかけに、埼玉県上尾市の産業廃棄物処理会社に就職することになるわ。しかし、就職先でも色々と金銭関係でトラブルを起こすことになってしまうの。もしかして、また人からお金を借りたのか？そうだよ、さらに小川は給料の前借りを行っていたと言われているね。畜生野郎だな。でも気になるのは小川が就職した会社の待遇だぜ。仮に借金がある状態で給料が少なかったら、百歩譲って気持ちが多少わからなくもないぜ。うん、それに関して小川は会社の営業部長を任され、給料は月に40万円程度もらっていたと言われているよ。さらに一旦自己破産をすることで借金の催促からは免れる生活を送っていたわ。え、全く給料を前借りする理由がないじゃないか。一般的にはそうだけど、小川の金銭感覚は相変わらず狂ったままだったの。つまり、給料に見合わない生活を送っていたわけか。そうだよ、実際に小川は高級分譲住宅に住み、嫁の名義で契約、贅沢の限りを尽くしていたと言われているね。でも、給料を前借りするってことはやっぱりお金に困っていたんだよな。うん、自己破産した小川は一般的な消費者金融からはお金を借りることができなかったので、闇金からお金を借りることになったわ。そうなると結局、前と同じじゃないか。その通りだよ。結局小川は闇金から多額の借金をし、経済状況が改善することはなかったわ。その結果、小川はある凶行を行うことになってしまうの。とうとう事件を起こしてしまうんだな。事件が起きたのは2004年11月18日だったわ。この時、小川はあることに焦っていたの。一体何に焦っていたんだ？それは闇金への返済だよ。事件が起きた11月18日は闇金へ3万円を返済する予定だったけど、返済できない状態に陥ってしまうわ。どうして、返済できないんだ？いつものように闇金からお金を借りればいいと思うけどな。確かに小川は別の闇金業者から10万円を借りたけど、パチンコに全て使い果たしてしまったの。おいおい、それじゃあどうするんだよ。そこで小川は会社の知人からお金を借りようとするんだけど、知人は不在だったわ。それから、いろいろな知人を頼るけど、結局お金を借りることはできなかったの。完全に積んだ状態だぜ。
その状態で小川は最後の手段を取ることにしたわ。最後の手段って、まさか。いや、マリサが想像していることではないの。小川にとっての最後の手段は自身が勤めている会社の会長からお金を借りることだったわ。なるほどな、それが最後の手段だったわけか。最後の手段を使うために会長宅へ向かった小川だったけど、ある誤算が生じてしまうの。一体何が起きたんだ？普段はいるはずの会長が、その時たまたま不在だったわ。じゃあ最後の手段を使うことができないじゃないか。そうなんだけど小川にはもう一つ手段が残っていたの。もう一つの手段。よくわからないな。それはね、会長宅で働いている家政婦からお金を借りることだったわ。なるほどな、確かに会長は不在でも家政婦からお金を借りることはできるもんな。それで小川の目論み通りにことは進んだのか？いや、残念ながら応対した家政婦に小川はお金を貸してくれるように懇願したけどダメだったよ。実は家政婦に対して会長から小川に対して、絶対にお金を貸さないように言いつけられていたらしいわ。じゃあそもそもお金を借りることはできなかったわけか。その他にも、会長宅は数ヶ月前に空き巣の被害に遭っており、会長と家政婦は小川が犯人ではないかと目論んでいたので、お金を貸さなかったと言われているわね。確かにこれまでの小川の行動から考えると疑われても仕方がないな。結局すべてのことに積んでしまった小川の心の中にある感情が芽生えるわ。もしかして。そう、家政婦を殺害してお金を奪うことだよ。この感情が芽生えた小川は家政婦に暴行を働き気絶させると、会社のお金175万円を奪い取っているわ。さらに発覚を恐れた小川はまだ息のある家政婦を黒い乗用車に乗せ、車内で意識を取り戻した家政婦の顔面を何度も殴打した後に、事件現場から約3キロ離れた桶川市内の旧荒川に移動し、家政婦を川から投げ捨て水死させたの。小川がとうとう越えてはいけない一線を越えてしまったんだな。それで、小川は奪ったお金をどうしたんだ？175万円のうち13万円は闇金の返済に使い、残りは生活費として使ったと言われているね。でも、川に家政婦を捨てたりしたらすぐに事件が発覚するんじゃないのか？その通りだよ。事件から2日後の11月20日に荒川で釣りをしていた男性が、偶然、家政婦の水死体を発見し警察に通報したわ。警察が現場に駆けつけると水死体は顔面をひどく殴打された痕跡があったことから、殺人事件として捜査が開始されることになったよ。それから、どうやって警察は小川までたどり着くことになったのか気になるぜ。まず、警察は家政婦の人間関係を洗い出したところ、会長が警察から事情聴取されることになったわ。警察が事情聴取を行っている際に小川の存在が怪しいと睨み、事件の容疑者に断定することになるの。その後は、事件当日に小川に似た目撃情報が多数あったこと、会長宅が荒らされた形跡がないこと、オートロックを解錠した形跡があることから、警察は小川に任意同行を求めることになったわ。いよいよ、警察の捜査が小川に及ぶことになったんだな。それから、小川はどうなったんだ？警察に任意同行を求められた小川は当初は犯行を否認していたけど、自家用車から被害者の血痕が発見されたことから関連して自身の犯行を認めたの。こうして小川は史上初の元プロ野球選手が起こした、殺人事件として大々的に報道されることになるね。それで裁判の結果、小川はどうなったんだ？裁判の結果、闇金に度重なる借金を重ね、自身の利己的欲求を満たすために行われた、極めて残虐な行為として小川には無期懲役の判決が言い渡されているね。確かに全部自分の利己的な欲求だもんな。裁判の結果は当然だと思うぜ。現在の小川は刑務所で服役中だね。また、親族などは時々小川と面会していると言われているよ。それで小川は自身の行いを反省しているのか？うん、小川の母親に宛てた手紙には自身の行為を反省し、仮に出所することができれば、被害者に一生をかけて償いたいと記載してあったそうだよ。なんとも残念だぜ。せっかくプロ野球選手になったのに、狂った金銭感覚で身を滅ぼしてしまうなんて。確かにそうだね、小川が闇金に借金してまで豪勢な生活を送ろうとした理由は、元プロ野球選手というプライドと見栄があったからと言われているよ。やっぱり、プライドと見栄を持っていても良いことはないんだな。それは間違いないね。二つ目、福岡リサイクル店事件。リサイクル店を開業したのは2003年の4月で、後の犯人となったのは、中尾信也と中尾千佐。夫婦は福岡県筑後市で経営していたわ。中尾夫婦は従業員に商品の手入れや店の清掃をさせていたのだけれど、夫婦の決めた基準で仕事ができていなければ激しく叱り、嘘をついていた場合は手を挙げることもあったらしいわ。パワハラってやつだな。
さらにこの夫婦は、従業員同士でお互いの仕事ぶりを監視させることもしていて、誰かが問題を起こしたり、仕事をきちんとこなしていない時には、夫婦だけじゃなく従業員にも手を挙げさせていたの。従業員が従業員に暴力を振るう命令をしていたのか。でもそんな命令をするってことは、夫婦は常に店にいるわけではないのか。夫婦が店に顔を出すのは週に1回程度だったんだけど、夫婦は10分おきに店がどんな状態なのか、誰かミスをした人間はいないか、従業員に細かく報告させていたわ。10分おきって逆に効率悪そうな気がするが、それほど従業員に厳しくしていたんだな。そして8月には、当時22歳の日高さんと当時19歳の B さんが、新しくこの店で働き始めることになったわ。日高さんと B さんは、勤務態度などから経営者の夫婦による暴行を頻繁に受けていたらしく、12月には日高さんと B さんは、夫婦のアパートに住むように言われ、生活習慣などを指導され、一時も休まる時間をもらえなかったの。プライベートまで監視されていたんだな。せめて仕事以外の時はほっといてほしいぜ。さらに日高さんと B さんは、どちらか一方が問題を起こしたりミスをしたら、片方が相手に罰を与えるという間柄にさせられ、その関係が原因で、二人で喧嘩になってしまうこともよくあったそうね。そもそも管理職でもないし、入社したばかりで人を叱るだけでも、かなりストレスになりそうだけどな。後からも話すけど、ネットでの反応でもそんなことを言われていたわ。2004年4月には、日高さんと B さんの体には、暴行でできたあざが目立つようになってしまうわ。そこで経営者夫婦はそれを隠すため、お客さんの目がつく売り場を避けて、店の裏などで清掃作業をさせるように指示されていたの。あざが目立つほどの暴行って、かなり激しいものだったってことだよな。そうなるわね。この頃、日高さんのお母さんが息子を訪ねて、夫婦の経営するリサイクル店に訪れるわ。でも夫婦は日高さんとお母さんを会わせることはなく、それどころか日高さんに貸し付けたとして、700万円の返済をお母さんに求めるの。え、700万円なんて本当に貸していたのか？まさか、住んでいる場所だって夫婦のアパートだし、プライベートがない生活で700万円も借りるなんてことはないわ。でも日高さんのお母さんはこれを信じて、分割して夫婦に支払うの。そしてようやく700万円を支払い終えたお母さんが、息子に会わせるように求めるんだけど、日高さんと通話状態になった電話を渡すだけで、実際に会わせることなく電話だけでやり取りさせていたそうよ。その時の会話の内容ってわかるのか？わかる範囲だと、日高さんは大丈夫とお母さんに伝えたことくらいね。2004年の5月下旬頃に従業員の B さんが息を引き取ることになり、それを知った夫婦は現場に駆けつけるわ。突然すぎないか？それを見た夫婦はあろうことか、日高さんの暴行が原因で B さんが死亡したとして、日高さんにも認めるよう話しているの。お互いに罰として手を挙げるように命令していたとはいえ、実質的には夫婦が原因で死亡したように思えるんだが、夫婦は B さんの死亡を受けて日高さんへの体罰をやめて、実家に返すことなどを話し合ったそうよ。あれ、意外とすんなりって感じだな。でも経営する夫婦は今更引き返せないと判断して、従業員への過剰な叱責や暴力は続けられることになるわ。どうしてそうなるんだ。さらに夫婦は B さんが亡くなった理由は日高さんだけの責任であるとして、洗脳をするよう日高さんにしつこく言い聞かせていたわ。日高さんはひどく衰弱しており、さらに精神的なダメージも大きかったため、抵抗するための気力が残っているはずもなく、B さんを殺したのは自分である。と日高さんは認めてしまったの。2004年の6月下旬頃、夫婦はいつものように、日高さんを必要以上に叱り、暴行を加えていたわ。そして浴室で日高さんの反省を促したところ、日高さんはそのまま息を引き取ることとなったの。日高さんは結局、夫婦のアパートに住み込みを始めてから、一度も実家に戻ることはなかったわ。え、じゃあ日高さんが最後に親と会話をしたのって。700万円を支払わされた後の電話だけってことになるわね。その後7月になり息子の行方がわからなくなったとして、日高さんの両親は警察に捜索願いを提出。その後も3回にわたって相談をしていたそうよ。そういえば、この事件では4人が死亡していると言っていたが、この時点でリサイクル店で働いている従業員はまだいたのか？2006年の3月になって働き手がいなくなった経営者夫婦は、新たな従業員を雇うことになるわ。もしかしてその従業員っていうのが。そう、次の被害者のことになるわ。しかも被害者になったのは、ヒサの妹とその夫の清水さん、当時33歳だったわ。明らかに身内なんだが、妹とその旦那である清水さんが働き始めてからしばらくして、夫婦はあることにストレスを感じるようになる。それは清水さんが、自分の能力や経歴から生意気な態度をとっているというものだったそうよ。
そして清水さんの態度が気にならない中尾夫婦は、清水さんを事務所内の一室に隔離して、強制的にそこで生活をさせていたわ。もちろん亡くなった B さんや日高さん同様激しい暴行を加えながらね。本当に生意気な態度をとっていれば嫌われることもあると思うが、何も暴力まで振るう必要ないけどな。実際に清水さんは夫婦に対して生意気な態度をとっていたのか？これについてはよくわかっていないんだけど、日高さんたちへの扱いから考えて、夫婦たちが過剰に反応していただけと言われているわね。そして、その3ヶ月くらい後の6月に清水さんの奥さん、つまり千佐の妹は、清水さんが事務所の一室に隔離された生活を強制させられている中、当時4歳だった息子のひろとくんを残して経営者夫婦の元を去ってしまうの。同じ国で起こっているとは思えない話だぜ。夫婦はひろとくんを引き取って自宅アパートで生活を共にするわ。清水さんの奥さんは1週間ほどで戻ってくるんだけど、ひろとくんはなぜか夫婦に引き取られたままになってしまうの。さらにその後、経営者夫婦の激しい暴力で日高さんたちのように、清水さんも息を引き取ることになってしまうわ。今回の事件は情報量が多いぜ。短期間でいろんなことが起きているわよね。でもこれだけじゃないの。夫婦はひろとくんを教育する中でなかなか言うことを聞かないからという理由で、ひろとくんにも激しい暴力を加えていたの。その影響でひろとくんの命も奪われてしまうのよ。リサイクル店の夫婦は、何かがあればすぐに手を挙げる性格だったんだな。昔からこういった性格だったのか？それじゃあ次に、本事件の犯人である夫婦について解説していくわね。妻である千佐はホステスをしていて、福岡県にあるそのクラブで二人は出会うことになるわ。当時の千佐は美人でスタイルも抜群だったらしく、後の旦那である深夜は千佐に夢中だったそうよ。二人はもともとホステスと客の間柄だったんだな。深夜の必死のアプローチが効いたのか、二人は身を結ばれて結婚することに。それが影響しているのか、この夫婦の立場関係としては妻である千佐が上で、結婚後も深夜の頭が上がることはなかったそうよ。実際、B さんが死亡した時に今更引き返せないと判断したのは千佐の方だったようで、深夜はそれに流されるような形でもあったらしいの。尻に敷かれているタイプの旦那ってことか。ちなみにこの夫婦はリサイクル店を開業する前に、干物の行商をしていたんだけど、うまく経営することができず、二人とも自己破産を経験しているわ。気にはなっていたんだが、リサイクル店の売り上げは良かったのか？従業員に厳しいのであれば、それなりにお客さんが入っていたのでは？なんて考えてしまったぜ。それが、リサイクル店の経営もうまくいっていなかったのよ。というのも、従業員に対しての厳しすぎる教育や暴行が原因で、店内はとてもギスギスとしていて、その悪い雰囲気から近所の人も店に入る気にならなかったそうね。それと、とあるものが原因で店に入らなかった人もいるんだけど、それは後から解説するわね。お客さんが入らない店ではあったものの、なぜか夫婦の生活はかなり贅沢なもので、周囲の目を引くほどだったらしいんだけど、これは何が理由だったと思う？日高さんの親から700万円を騙し取ったりしていたし、何かしらの詐欺を働いていたとか？半分当たりって感じね。実は深夜が知人の名義で、勝手に消費者金融のカードを作っていて、そこから現金を引き落としていたの。しかも三社もね。近隣住民はそんな夫婦を見て、子供は一人の女の子がいて、その子は別の町に通っているのですが、いつも旦那さんが高級車で送り迎えしていた。服も高級そうだったし、寿司の出前もしょっちゅう取っていた。相当お金があるんだなと思っていましたと話してたそうよ。高級車を持っていて寿司の出前を頻繁にするってことは、相当な金額を引き出していたんだな。それにその知人の男性は、勝手に作られたカードの存在も知らないんだよな。もちろんよ。だからその男性はカードが不正に作成されたことを、警察からの問い合わせで知ることになるの。カードの不正利用が発覚したために、2014年の4月11日に、夫婦二人は窃盗容疑で逮捕されることになるわ。ちょっと待て、窃盗容疑で逮捕されたのが2014年。それまでに4人を殺害したことは発覚していないのか？それについてもしっかり解説していくから大丈夫よ。この逮捕が原因で警察は、行方がわからなくなった従業員と、ひろとくんにこの夫婦が関係しているのでは？と調べていくうちに疑いが強くなっていくの。警察はこれについて追及していくことになり、最初の逮捕から2ヶ月くらいして元従業員の遺体を実家の庭に埋めて、骨は細かくして川に捨てたと供述。警察はそれに基づいて捜査を開始するわ。これが本事件が発覚した原因だったんだな。そうなるわね。深夜の実家の庭を調べると、そこからは骨の一部が発見されて、日高さんの DNA と一致。さらに芋づる式に元従業員の B さんと清水さん、そしてひろとくんの命を奪ったことも発覚して、
リサイクル店を経営する夫婦は、殺人容疑で再逮捕されることとなるわ。この夫婦にはどんな判決が下されることになったんだ？まずこの裁判の争点としては、夫婦に従業員の命を、奪う気があったのかどうかが注目されたわ。妻であるチサはあくまでもしつけという名目で、従業員に叱責や折檻をしていたとして、その事実は認めるものの、死に至るほどの暴力や、深夜との共謀はなかったと発言しているわ。殺すつもりはなくて、ただ従業員を教育していただけだと主張しているんだな。そして4人の命を奪った件については夫が激高してやったとして、無罪を主張しているわ。なんかそれを聞くと、すべて旦那に押し付けているように聞こえてしまうぜ。一方で、深夜は3人へ手を挙げたことや、結果命を奪った事実は認めたんだけど、それらはすべて妻の指示だったと証言して従属的立場だったと主張していることから、お互いがお互いに責任を押し付け合っている形になっていたわね。旦那である深夜が尻に敷かれていたとはいえ、共犯であるのには変わりないと思うが、実際のところ判決ではどう判断されたんだ？まず結果としては傷害致死として、旦那である深夜は懲役28年、妻である千佐には30年が下されているわ。え、殺人罪じゃないのか？ B さんに直接手を下していたのが日高さんだったこともあって、B さんの命が奪われた件については傷害致死が成立していたことも影響していたのと、強い暴力の証拠がなかったために、それ以上の判決を下すことができなかったともされているわね。なので最後の最後まで夫婦二人の判決が覆されることはなく、罪が軽くなることもさらに重くなることもなかったわ。二人とも上告しなかったこともあって、刑はそのまま確定したって形ね。三つ目、琵琶湖バラバラ遺体事件。タイトルからして怖そうな事件だな。それで、今回の事件はどんな事件なんだ？琵琶湖バラバラ遺体事件っていうのはね、2008年5月17日早朝から6月23日にかけて、滋賀県近江八幡市の琵琶湖で発覚した殺人、死体遺棄事件のことだよ。犯人の特定逮捕まで至っていなくて、未解決事件になっているの。犯人の特定すらできてないって、かなり難解そうな事件だな。うん。まず2008年5月17日に遺体の一部が発見されて、その後に同一人物の他の部位が湖岸で発見されたのよ。ほうほう。それで2009年2月27日、警察庁はこの事件を捜査特別報奨金制度の対象にして、報奨金の上限は300万円としたわ。難解なだけあって、気合入ってるな。それほど解決に力を注いでたってことだね。でもその後、2012年に一旦指定から外されることになってしまうのよ。え？ってことは、2012年で打ち切られてるのか？いや、2014年9月9日にまた対象事件に再指定されてね。その後の2018年11月30日に滋賀県警が被害者男性の身元が判明したって公表したの。10年もかかったのか？でもなんとか被害者は分かったみたいだな。ちなみに犯人は？いや、未解決事件だから分かってないのか。うん。残念ながらそうなるわ。そうなると、やっぱり事件の経緯が気になってくるな。まあ、それが人間の性ってやつよね。それで、事件の経緯はどんな感じなんだ？まず2008年5月17日、琵琶湖の湖岸緑地である岡山園地で早朝から釣りをしていた男性が、漂流している人間の左足を発見したわ。それで滋賀県警に通報したのよ。早朝から驚いただろうな。釣り人は魚を発見したかったのに。うん。しかも同じ日に、捜査員が琵琶湖で足の一部を見つけるの。あと5月20日には東近江市の湖岸にて頭部が発見されたわ。どんどん見つかっていくじゃないか。それから5月21日に大津市の藤の木河川口にて左足首。さらに6月22日には草津市の湖岸で両手首が見つかったの。もしかして、この調子で全部見つかるパターンじゃないのか？いや、順調なのはここまでよ。全部は揃わないのか。うん。それで鑑定の結果、発見された部分すべての DNA が一致したわ。死因は首を絞められたことによる窒息死とのことよ。バラバラになっても、今の技術だったらそこまでわかるのか。すごいよね。あと首には絞められた跡があって、他に目立った外傷がなかったそうよ。そして県警は何者かが男性を絞殺して、鋭利な刃物で遺体を切断した後に遺棄したとのことで、殺人・死体遺棄事件として捜査を開始したの。お、動き出したな。被害者の身元を調査するために、まずは復顔を試みて似顔絵を公開したわ。だけど被害者の身元はね、事件発生から10年間判明しなかったのよ。待て、復顔ってなんだ？復顔っていうのは、頭蓋骨の形状をもとに、年齢や性別を加味して肉付けする方法ね。ほんと現代の技術ってすごいな。それから2008年7月11日、大阪府泉佐野市の41歳無職の女性から有力な情報と思われる通報があったの。お
通報した人ファインプレーだな。だけどね、どうやらその女性が交際男性に腹を立てて、交際男性をこの事件の容疑者に仕立て上げるという虚偽の通報だったという結果に終わったわ。なんでそういうことするのかな。それでその女性は、虚偽申告の疑いで書類送検されたの。まあ、そりゃそうなるわ。やっていいことと悪いことの区別くらいわきまえてほしいところだよね。たまにそういう人いるけど、理解できないよな。警察はこの事件をどう考えていたんだ？当初、県警は切断した遺体を遺棄する行為は人目につくと考えたみたいね。それで一箇所に捨てた後、水流に乗って発見場所まで移動したと見ていたわ。なんかそれっぽいじゃないか。でも地元漁師に聞き込みをしたり、専門家に依頼したりして琵琶湖や川の流れを調べた結果、切断遺体が現場には到達しないことが判明したのよ。だから、遺体が発見された6箇所それぞれで切断した遺体を遺棄した可能性が高くなったわ。いちいち移動先で切断してたってことか。なかなかえぐいことするな。そもそも事件解決のめどが立たない大きな原因は、犯人を特定するのに重要な被害者の身元が分かっていないことにあるの。ということで、ここからは身元発見までの流れを話していくわね。よろしく頼むぜ。捜査本部は当初、顔の特徴が比較的残る頭部が見つかったことなどから、身元はすぐに確認できると見ていたのよ。それで被害者の似顔絵を作成して、顔が似ている家出人の約1700人を紹介したわ。この時は、被害者が判明するまで10年もかかるとは思わなかったんだろうな。だろうね。そして被害者は社会的な接点がない可能性があるとして、捜査員が似顔絵を持ち歩いて聞き込みを行ったの。関西の約250箇所の建設作業員宿舎や、約1000社に及ぶ人材派遣の会社などで、似ている人物がいないかどうか聞き込むっていう徹底ぶりよ。自分の足で地道にってやつか。うん。さらに日雇い労働者が集まる一帯、競馬場や競輪場、競艇場などにも頻繁に足を運んで、売店の店員から常連客や一般客にも似顔絵を見せて捜索したわ。でも結局、そこまでしても被害者の交友関係の一部にさえ近づくことはできなかったそうなの。なかなか難航してるな。そして時は流れて2018年11月上旬、DNA 鑑定や親族への聞き取りの結果、体や顔の特徴も遺体と一致したわ。それで2018年11月30日、滋賀県警は被害者を安市に住んでいた川本秀幸さんであると特定して発表したのよ。やっと判明したか。長かったな。実は県警が運転免許の非更新者から所在不明者を探したところ、1、2年前に川本さんの存在が浮上したらしいの。そんな方法もあったのか。うん。ちなみに川本さんを知る人は、物静かな優しい人で、子供を連れているのを何度も見かけました。パワーショベルの運転手をして、免許もしっかり持ってる方、おとなしそうな感じの人、と話していたよ。あと川本さんの当時の住所は、滋賀県安市だったってこともわかったわ。残すは犯人だけなんだけどな。県警は被害者として判明した川本さんと、ある人物が関係していることを突き止めたわ。ある人物？その人物っていうのが、2018年に別の事件で逮捕、起訴された。焼肉店経営者の譲り派友義被告よ。別の事件で逮捕された男？うん。中川素直さんっていう人物が、農業用排水路にてバラバラの状態で発見されたっていう事件なんだけど、軽く話しておくね。おう。10年以上前に、譲り派被告が滋賀県内の建設会社で働いていた時、別の建設会社に勤務する中川さんと同じ建設現場で知り合ったのが始まりだったみたい。その時ちょうど中川さんは、春に会社の寮から立ち退きを迫られていて、譲り派被告が相談を受けたのよ。なるほどな。今のところは特に問題なしか。それで譲り派被告がかつて住んでいた別の建設会社の寮であるプレハブ小屋の一室を、中川さんに住居として紹介したの。優しい人じゃないか。それからしばらくすると、3万円ほどの家賃滞納が多々起きたんだって。それが原因で、中川さんの年金収入など現金を管理していた譲り派被告とトラブルになっていったそうなの。お金のトラブルは面倒だからな。それで譲り派被告は中川さんの家賃を立て替えたのに、返してくれない、と周囲に話していたみたいよ。でも二人を知る男性は、そんなに大きな額ではなく、死体の遺棄などするとは思えない、と語っていたわ。どういうことなんだろうな。周りに対する人柄とかは良かったんじゃない？それで、この男と被害者の川本さんはどんな関係なんだ？どうやら知人同士だったみたいで、県警は譲り派被告が何らかの事情を知っているとして捜査を進めたわ。知人同士だったら、何かしら知ってそうだもんな。ちなみに出会いはどんな感じだったんだ？川本さんは譲り派被告と草津市の建設現場で知り合って、事件前には草津市内の建設会社の寮で一緒に生活をしていたそうよ。え、そんなに親密だったのか？そうみたいね。その後、川本さんは譲り派被告を中心とするパチンコ仲間のグループに入って、
滋賀県栗東市のマンションで他の仲間と共に共同生活をしていたんだって。ギャンブル仲間と一緒って、なんか匂うな。それで川本さんは、パチンコ店でいた現金を譲り橋国とやり取りしていたそうなの。さらに譲り橋国と川本さんの間にも金銭の貸し借りをめぐるトラブルがあったみたいで、譲り橋国が川本さんを暴行するなどしていたんだって。かなりのトラブルになってるじゃないか。あと捜査関係者によると、9月に譲り橋国の自宅兼店舗の排水管から、中川さんとは別人の4、5年が経過していると見られる数ミリから数センチ程度の、非常に小さな人骨片が家宅捜索で見つかったわ。これはかなり怪しいんじゃないか？家の排水管から人骨なんて見つかるわけないだろ。確かにね。それで県警は身元の特定を進めたんだけど、それに関しては残念ながら情報がないっていう状態ね。ただ、中川さんとは別人の骨ではあるものの、店舗の開店は2008年の琵琶湖事件発生の2年後にあたる2010年だから、琵琶湖事件の川本さんの遺体である可能性は低いと考えられているわ。そう考えると、川本さんのではないっぽいな。ただ、人骨は見逃せないところだぜ。だね。さらにここで、中川さんが働いていた建設現場で他にも、男性作業員が行方不明になったという情報が入るのよ。だから見つかった人骨との関連や、譲り橋国とのつながりなどを調べ始めたわ。犯人の特定につながるといいんだけどな。ところでさ、その譲り橋国ってどんな人物なんだ？やっぱり気になっちゃう？そりゃなるだろ。犯人かわからないとはいえ、割と関係がありそうな人だからな。譲り派友義被告は九州出身で、一見するとダンディなタイプだったみたいよ。造船業や建設業を経て焼肉店を開店して、焼肉店の常連客は、几帳面な性格で肉の焼き方も教えてくれた、と話していたわ。話を聞いてる限り、全然そういうこととは関わりがなさそうな感じはするんだけどな。あと2018年6月頃から、森山市のスナックに毎週のように通っていたらしいの。しかも一緒に飲んでいた人の代金を支払うこともあったみたいで、お金に困っている様子はなかったそうよ。めっちゃいい人じゃんか。そんな譲り橋国が営業していたのが森山市古高町のキムチ焼肉区さん。ちなみに店舗のホームページの投稿はオープン当時に3回しただけで、以後更新はない模様。面倒くさくなったんじゃないか？それか難しかったか。まあどっちもあり得る話だけどね。というか、その情報いる？まあ一応。あとレビューでは美味しいと高評価を得ていたわ。いいじゃないか。そんなに高い評価なら食べに行ってみたいもんだな。だけど、近所の方へのインタビューでは、何の肉を使ってたのかわからない。まずい肉を出していた。という気になる声もあったの。やばい、今ちょっとゾッとした。そして譲り橋国は2018年9月に窃盗容疑で逮捕されたわ。え、まさかの急展開。中川さんのキャッシュカードから、3回に分けて現金約69万円が引き出されたとされているわね。なんで人のキャッシュカードから引き出せたかは、想像できるよね。なるほどな。そして10月に死体損壊、死体遺棄で再逮捕されて、12月に中川さん殺人容疑で再逮捕されたわ。ちなみに譲り橋国は、容疑を否認してたみたいだけど、動機が気になるところだな。それでね、譲り橋国は事件後に車の座席カバーやナンバープレートを交換していたの。遺棄現場の排水路は譲り橋国の自宅兼店舗から約 3.5 キロ離れていて、車で遺体を運んで遺棄したと見られているよ。きっと血がべっとりついたんだろうな。かもね。あと遺棄現場付近には血痕が確認されていて、付着した血液など事件につながる証拠を隠す狙いがあったとされているわ。ということから、県警は9月に譲り橋国の自家用車を押収して調べていたそう。どうせなら、琵琶湖事件につながる情報でも出てきてくれるといいんだけど。そして2018年12月に大津地裁で農業排水路事件の初公判が行われて、その1週間後に窃盗と殺人の罪で追起訴。2019年12月の裁判では、懲役25年の判決が言い渡されることになったわ。終わったか。でもこれって、中川さんの事件の判決だよな。うん。譲り橋国は琵琶湖事件の犯人として捕まったわけじゃないから、結局は未解決事件のままなの。いつか解決してほしいんだけど、それも難しそうなのか？どうかしらね。情報があまりにも少ないから難しそうだけど、私はいつか解決してほしいと思ってるよ。四つ目、中央大学教授事件。まずは今回解説する事件の犯人、山本雄太の生い立ちについて話していくわ。山本は1981年生まれで、両親が40代の頃に生まれていたため、たくさんの愛情を受けて育ったそうよ。両親はどちらも実家が裕福で、母親は外車を持っていたみたいね。また、母親の愛情は異常と言われるほどで、息子のために何件もの塾に通わせていたり、息子が望むものは何でも買い与えてたみたいよ。恵まれた家庭で生まれ育ったんだな。
ただ両親の仲が悪かったようで、別居することが多かったみたいね。お金には余裕があったから暮らしに困ることはなかったけど、山本が健全に育つために必要な環境であったかというと難しいわ。山本は自分の育った環境に不満を持っていたりしたのか？ピアノやバイオリンなども母親の言いつけで習っていたらしく、熱心に練習をしていたみたいだし、100万円もするバイオリンを買ってほしいと母親にねだってはいたんだけど、わがままし放題の生活というよりかは、母親の言いなり状態だったようね。母親はかなり教育熱心で、時間が経つにつれてテレビゲームを捨てるようにもなっているわ。罰として子供の持ち物を捨てる親っているよな。小学校高学年の頃、山本が足を怪我した時に、母親は異常なほどに通院を繰り返させていたわ。そんなにひどい怪我だったのか？そういうわけでもないの。というのも、世界で一番幸せになってもらおうと、辛いことや嫌なことには絶対に合わせないようにしよう、と考えました。という気持ちが関係してると言われているわね。そういった環境で育った山本の小学校時代はどんな感じだったんだ？幼少期はやんちゃだったみたいだけど、小学校高学年の時は内気な性格で、いじめにあったこともあるらしいわ。母親はいじめの対策として同級生と遊ばせないようにしていたらしいわね。その対策は果たして正しいのか？同い年の友達と遊べないのも教育として良くないんじゃないのかな。そうね。でもピアノ教室などに通っている子供たちとは遊んでいたみたいね。そういった環境で育っていく山本は、どんどん内向的な性格に育っていくんだけど、母親や周りの大人たちは山本を、おとなしくていいこと認識していたみたいね。ただ、学生時代の同級生はちょっと違う証言をしていたわ。違う証言？それは中学生時代のことで、嫌なことがあると壁を殴ったりして穴を開けたり、花瓶を叩き割ったりすることがあったの。さらには包丁で壁に傷をつけていたこともあったそうよ。教育熱心な母親からのストレスを発散するためだったんだな。そうね。ただストレス発散の方法が少し変わっていて、母親に買ってもらった100万のバイオリンすらも破壊していたみたいね。それでも都立の高校に進学できるほど学力は高く、中央大学への入学が決まるのもそんなに難しいものでもなかったそうよ。でも大学に入学してからは勉強がうまくいかなくなってしまい、単位を落とした山本は1年目に留年しているわ。授業が難しくて大学を辞めたいと本音を吐き出すこともあったのよ。事件の原因は母親の教育だけじゃなく、大学生活にもあったみたいだな。マリサの言う通りね。次は山本の大学生活について話していくわ。大学の授業について行けなくなった山本は、他の大学に再受験するものの、不合格だったため勉強に集中することにしたわ。大学2年生の時は朝6時には登校して、午後の11時まで大学で勉強をしていたそうよ。ブラック企業で働いてるのかと思うくらいすごいスケジュールだな。ただ、図書館を利用していると、立ったり座ったりと落ち着きがなく、他人が読んでいる本を覗き込んだり、実験などについては、自分のやりたいよう好き勝手にして周囲を困らせていたみたい。また、研究室でも周囲に気を使うことはなく、一方的に自分の意見を投げかけてきたり、教授たちの間でも難しいと評されていたようね。それに手首にはリストカットを繰り返していたような跡も見られていて、顔にも引っかき傷のようなものが確認できていたの。そういうのを見て、教授たちは話を聞いたりしなかったのか？心配されたりするものだと思うんだが。もちろん周りの教授たちは山本を心配していたわ。でも山本は、自分の傷に対して大学側に気にしないようにと話しているわ。それでも母親は心配するものだと思うんだが。確かに母親は息子のことが大切ではあったんだけど、親子間での会話は徐々に減っていたのよ。大学5年生の頃は、この事件で被害者となる高久保はじめ教授の研究室に入っていて、その時からさらに山本の挙動はおかしくなっていったみたいね。具体的にどんなことがあったんだ？絶対に卒業しなくちゃいけないと話すようになったり、家の壁を殴ったりするだけじゃなく、ガスメーターを調べる業者が来た際には盗聴器を仕掛けられたと言い出して、怒りをあらわにしていたみたい。精神的に負担がかかっている可能性も考えられそうだから、一度病院に行った方が良かったと思うんだが。もちろん母親も病院へ連れて行くことは考えていたわ。でも息子を今の状態で病院に連れて行ったら自殺するかもしれないと思い、できなかったと証言しているわ。まあ現段階では、それ以上に悲惨なことが起こるなんて想像できないもんな。そんな山本と同じ時間を過ごした高久保さんは、コミュニケーションやストレス発散が苦手な山本を心配していたわ。というのも、ゼミ生の就職組は大手電機メーカーに就職していたんだけど、山本だけは食品関連の会社に就職していたことも関係していると言われているわ。ゼミ生が集まる飲み会なども出席していなくて、さらに心配だと口にしていたみたいね。多くの教授が難しい生徒だと言っている中、高久保さんは一番山本を何とかしてあげたいと気にかけていたみたい。
こういった話を聞くと、山本が教授を刺し殺した理由がさらにわからなくなってきたぜ。山本が高久保さんを刺し殺してしまう原因としては、高久保さんが自分のことを盗聴していたり、陰で誹謗中傷しているという、異常な被害妄想に取り憑かれていたからと言われているわ。こういった被害妄想は大学だけじゃなく、就職した食品メーカーでも起こっていて、人間関係がうまくいかず、すぐに退職してしまっているの。母親は息子の退職について何か話しているのか？ゆうちゃんが悪いんじゃない。会社が悪いと言っていたようで、特に退職を気にしていたわけではないみたいね。感じ方は人それぞれだけど、母親も母親だと言われても仕方ない気がするぜ。それについてはネットでも言われているわね。この後、山本は高久保さんにアドバイスをもらいに訪ねていたのよ。逆恨みしていたり、今度は高久保さんを頼ってみたり、行動がバラバラだな。ただ、思っていたようなアドバイスはもらえていなかったの。こうした出来事も山本が高久保さんを殺害する原因として考えられているわね。また、平成17年には、他のゼミ生たちと同じような電機メーカーの会社に研究員として再就職しているんだけど、3ヶ月間の試用期間で解雇されていて、人間関係や問題行動が原因になっていたみたいね。人間関係はなんとなくわかるんだが、問題行動って何があったんだ？わかっている情報では、社員旅行先で突然叫び出すような行動が問題だったみたい。精神的に何かを抱えていると見られていて、上司は一刻も早く山本を解雇したいと考えていたそうよ。でも表向きに人間関係や精神的な問題とは言えなかったため、能力不足を理由に解雇されているわ。この時母親は、解雇について不満があり会社に話をしたこともあったみたいなんだけど、解雇を免れることはなかったわ。そして、大学で習う知識だけでは、会社で通用しないと感じた山本は、再度高久保教授に相談をするため、その年の夏に大学へと足を運んでいるの。相談の内容は大学院に進学したいというものだったんだけど、それに対して高久保さんは難しいと答えていたわ。もしかしてその返答が。そう、この返答が原因で、山本の中に殺意のような感情が湧き出てきたと言われているの。とはいえ、それを確信するための情報や明言がないんだけどね。以前から繰り返される妄想が積み重なって、過剰な逆恨みが生まれていたとも言われているわ。それで山本は大学院を諦めたのか？山本は大学院への進学を諦めて、アルバイトに励むようになったの。ホームセンターやパン工場でアルバイトをするようになり、ホームセンターではお客さんと3回ほど揉めていたみたいなんだけど、パン工場では、正社員に誘われるほど評価される仕事ぶりだったみたいよ。何が自分に合ってるかわからないものだよな。でもこうして評価される頃には、山本の妄想は悪化していて、良い方向へ傾くことはなかったみたいよ。大学時代から教授が自分に嫌がらせをしていると感じてしまうほどの幻聴や、妄想が激しくなっていたため、平成20年の春には高久保さんを殺害すると決意していたそうよ。そして2009年の1月14日10時15分頃、東京都文京区の中央大学後楽園キャンパス内の校舎1号館4階男子トイレで、高久保さんが刃物で胸や背中、そして腹部を何度も刺され、倒れている状態で発見されたわ。凶器に使用された刃物はホームセンターで購入した高枝切りバサミを改造したもので、練習を重ね計画を立てた上での殺害だったの。さっき話していた殺意を抱くきっかけになった高久保さんのセリフだけでは、殺害の動機にならない気がするんだが、さらに山本を追い詰めるような出来事でもあったのか？あまりにも突然な気がするぜ。それが、殺害の動機については黙秘していて、よくわかっていないのよね。警察の考えとしては、卒業前の忘年会で高久保さんに声をかけてもらえなかったことで、ひどい疎外感を抱いてしまったことが原因としているみたいよ。また、電気関係の会社に就職できず、うまく社会に適応できなかったのを高久保さんに責任転嫁していたためと言われているわね。それで発見された高久保さんはすぐに病院に運ばれるんだけど、午前11時30分に搬送先の病院で死亡が確認されているわ。身体の至るところを滅多刺しにされてるんだもんな。生きてる方が不思議だと思ってしまうんだぜ。ちなみになんだが、大学なんて人が多いところで殺人なんてしたら、すぐに見つかって逮捕されるんじゃないのか？だけど山本は、うまく逃げることができたのよ。そのため、トイレ付近で目撃された、30歳くらいの見た目、ニット帽、黒いコートを着ている、という情報だけが犯人像として残っていたわ。それだけだと犯人逮捕まで時間がかかりそうだぜ。事件が起きた1号館の防犯カメラが設置されていなかったため、捜査本部はトイレ付近で目撃された情報だけが手がかりになっていたみたいね。大学側は校内へ入るための門が一つに制限されて、学生証を確認するために警備が強化されていたわ。その間、山本は身を隠していたのか？
山本は事件を起こした後、平塚八幡宮に寄ってから帰り、翌日からは普通に働いているわ。どうして神社に寄ったんだ？絵馬に修正新旅と書き込むために神社に寄ったそうよ。意味はあの世でいい旅ができますようにというものよ。また、山本はすぐに逮捕されるか、ゼミ生たちからの復讐で死ぬと考えていたらしいわ。それも妄想が原因だったんだな。そして事件から4ヶ月経った頃に、高久保さんの爪に残っていた DNA が山本と一致したため、当時28歳の山本は殺人容疑で5月21日に逮捕されているわ。逮捕された山本にはどんな判決が下されたんだ？精神的な問題で責任能力がないと判断されていたりしてそうなんだが。東京地方検察庁は、2009年6月から3ヶ月半かけて山本を鑑定した結果、責任能力があると判断されているわ。そのため同年10月2日には殺人罪で山本は起訴されていて、翌年の2010年11月24日の初公判で、山本は起訴内容を認めているの。殺害の動機について、裁判では詳しく話されていないのか？警察の取り調べ同様、山本は殺害の動機については黙秘しているわ。そして2010年12月2日、東京地方裁判所の裁判長は山本に対し、懲役18年を言い渡して終わりになっているわね。5つ目、ペッパーランチ事件。2007年5月9日午前1時頃、大阪府ペッパーランチ心斎橋店に、一人の女性客が立ち寄った。店内には店長と従業員、食事する女性客の3人。店長と従業員は閉店準備のために、店のシャッターを下ろし始めたの。客がいるのにシャッターを下ろすって、何の目的で？二人は女性客の様子を伺いながら、隙を見てスタンガンを使い、逃げたら殺すって脅した。その上で大量の睡眠薬を飲ませ、女性の携帯電話を確認したの。携帯確認って、なんで？店に入る前に誰と連絡してたのか、通信履歴やメールをチェック、GPS 機能を警戒して携帯電話を破壊。その後、泉佐野市のガレージへ連れて行って監禁強姦、現金5万、5000円を強奪して逃走したの。ひどすぎる。で、女性はどうなったんだ？店長と従業員は、次の日も強姦、するつもりだったから、女性の手足を縛ったまま監禁状態を続けたみたい。でも、5月10日9時頃、縛ってた拘束具が緩んでたことに気づき、ガレージから自力で脱出、近所の人に助けを求めたことで事件が発覚した。この事件の犯人は、店長の北山大輔当時25歳と、従業員の三宅正信当時25歳。まずは北山から説明するね。北山は幼い時に両親が他界、祖母に育てられて地元の高校を卒業。2006年7月、ペッパーランチに入社したの。本部の研修で店長試験に合格して、8月には尼崎店の店長になった。最初は尼崎店で働いてたのか？2007年3月までは尼崎店だけど、本人の希望で退社。4月から委託店長として、心斎橋店で働き始めたの。事件を起こしたのは5月だから、店を変わってすぐ女性を襲ったことになる。え、なんで女性を襲ったんだ？それは北山の歪んだ人間性が原因かも。歪んだ人間性？詳しくはわからないけど、昔から性欲が強くて、女性を襲いたいと思ってたみたいね。ただ、祖母によれば、両親はいなかったけど、性格が歪むようなことはなかったって話してる。三宅は？三宅も北山と同じ泉佐野市出身、引きこもりがちの性格。小学校はほぼ不登校で、漢字の読み書きや計算も苦手だったらしい。基本的な勉強ができてなくて、二人は同じ中学だった噂もある。じゃあ、店で働く前から、お互いをよく知ってたのか？そのあたりの情報はないけど、三宅が引きこもり生活してた時、ゲームセンターへ足を運んで、友人を介して北山と仲良くなったらしいの。北山が心斎橋店を開店するとき、三宅も手伝いに行って、その流れで一緒に働くようになったみたいね。北山にも三宅にも、付き合ってる恋人がいた。彼女がかわいそうだぜ。北山の彼女は妊娠中で、当時同棲してたの。事件が発覚してなかったら、そのまま翌月結婚する予定だったみたいね。その後はどうなったんだ？情報が曖昧だからはっきりしないけど、縁を切って引っ越したって聞いたわ。被害者女性については、名前も顔写真も公開されてない。仕事帰りの女性で、年齢は20から30代くらいじゃないかって言われてる。言われてるってことは、年齢もはっきり公表されてないのか。今わかる情報は、仕事帰りの若い女性ってだけね。この先の人生があるから、被害者保護の観点から公表されない。実はこの事件、驚くほど報道規制があったの。報道規制？事件の内容が性犯罪っていう側面もあるけど、一般的に公表されたのは5月16日、
事件発生から一週間後になる。北山と三宅の顔写真は中学時代のもので、他の写真はほとんどないし。いくら性犯罪だったとしても、そんなに遅い発表って今までにあったか？この手の重大事件って、マスコミがほっとかないよな。あったかどうかは知らないけど、発生から公表されるまでの1週間で、心斎橋店は撤去されたの。心斎橋店って拉致現場だろ？そんなこと勝手にしても良いのか？普通は証拠保全のために一定期間、警察の許可が出るまで立ち入り禁止。ペッパーランチ側は、女性が逃げた翌日に事件発生を知ってたの。北山はもともとペッパーランチの社員だったけど、4月に独立して心斎橋店の店長になったから、ペッパーランチ側と雇用関係にはない。ということは、ペッパーランチには何の責任もないってことか？そこまでは記者会見で言ってなかったけど、業務委託の関係だったことは間違いないわね。だけど事件の影響を受けて、会社のホームページに謝罪文を載せたし、ラジオ CM は自粛。ファミリーマートとコラボした弁当は、企画ごと白紙に戻ったの。気の毒だけど、マイナスイメージがついた感じか？フード業界の特集を組む雑誌でアンケート調査したら、事件の認知度は 76.7。夜は一人で食事に行かないって答えた人が、55.3 もいたみたい。そういえばテレビのニュースではあまり報道されなかったけど、SNS やネットなら、詳しくわかるだろ？それがなぜか今回に限っては、ネットも情報規制された。それほんと？今の時代検索すればほとんどのことを調べられるだろ？キャッシュ削除やキーワード除外の措置をして、検索結果から表面上出てこないように対処したって。誰がそんなこと指示したんだ？誰かはわからないけど、削除するよう申請を受けて、Google はわずか1日足らずで処理したみたいね。だからペッパーランチ事件のことは、細かい情報を探せないようになってる。犯人の名前を検索しても、ほとんどヒットしないし、ヒットしても同姓同名の別人の情報が出てくるわ。二人の量刑についてだけど、2007年9月26日、北山は懲役12年、三宅は10年の判決が下されてる。どういう論点から決まったんだ？二人の犯行が計画的だったこと。計画的？4月上旬、二人は通販サイトから、スタンガンを2台買ってる。最初は通り魔的に女性を襲うつもりだったみたいで、車に乗ってターゲットを物色してたの。だけど見つからなかったから、店に来るお客さんを襲うことにしたって。それが犯行動機か？自分の欲望を暴走させた感じね。4月24日から27日までの間に、睡眠薬中国製の緊急避妊薬精力剤、女性用興奮剤 SM プレイ用の拘束帯とか、全部で10万くらい買ってる。使ったのは睡眠薬だけだろ？そこまでの情報はないけど、送料無料にするために買ったんだって。送料無料に10万分も？何も考えずに買ったって後半で証言したらしいし、ガレージを借りたのは、どうやら三宅の方で、女性から奪ったお金を滞納してたガレージの費用に当てたみたいね。北山と三宅の懲役の長さが違うのは、北山が主犯だから？二人の立場は同等で、北山が主導したわけじゃないみたい。ただ、北山は責任ある店長って立場なのに、犯行に加わったことが量刑に影響してるのかも。さらに女性をガレージへ連れて行くとき、ガムテープ、コーヒー牛乳、焼酎、ウーロン茶を購入。最初に飲ませた睡眠薬の効きが悪かったから、コーヒー牛乳の空パックで焼酎のウーロン茶割りを作って、再度眠らせたの。余罪はないのか？余罪はないみたいだけど、2009年6月、ペッパーフードサービス側が、二人に対して損害賠償請求してる。損害賠償請求？雇用関係ないって言ってたのに。事件の影響で業務に著しい損害を受けたってことで、約2760万を請求してるの。事件発生後、ペッパーフードサービスの株価は2万のストップ安になったから、2760万払えるのか？本人が頑張るしかないわね。北山の両親は他界してるし、三宅の父親もすでに死亡してる。三宅には母親と姉、音信不通の兄が2人いるらしいけど、一人1380万だとしてもお金すぐに用意するのは無理ね。ペッパーランチ事件は報道規制がかけられたせいで、ネット上ではすごい噂が広がってる。噂？例えばどんな？噂は5つ、1つずつ説明するね。1つ目は、監禁された女性は1人じゃなかった。1人じゃないって、じゃあ何人いたんだ？具体的な人数はわからないけど、複数の女性用衣類や保険証、通帳やカード類がガレージから発見されてる。そんなのニュースで聞いたことないけど、本当にいたのか？ガレージは、事件が起きる2年くらい前から借りてたって話もあるから、今回の犯行じゃなくて、残されたものは過去の証拠かも。じゃあ、2つ目は？2つ目は、犯人4人説。犯人が4人？北山と三宅が逮捕された3日後、大阪市内の JR の踏切で、男性2人が死亡したの。
その時の様子を目撃した人は、二人は自転車を押しながら、肩を組んで歩いてた。それで犯人グループから目をつけられて、消されたんじゃないかって。誰がそんなこと言ってんだ？昔、その心斎橋店で働いた芸人がいて、イベントに出た時、被害者も犯人もあと二人ずついるって話してたみたいね。まあこの件に関しては、血液検査や嘘発見器のポリグラフで調べて、決定的な証拠も出なかったから、ネット上に拡散しただけで終わったけど、犯人グループ自体、存在しないかもしれないから、やっぱり二人組だったんじゃないかって。じゃあ、三つ目は？三つ目は、事件現場の閉鎖に関わること。閉鎖に関わること？報道発表される一週間の間に、心斎橋店が閉鎖されたって言ったよね。事件発生の翌日に看板が外されて、店内のものが片付けられたの。置かれてた書類や店の備品、エグい DVD とか従業員の制服も綺麗さっぱりね。それで？この店舗には、世間に出せない何らかの証拠があるんじゃないかって。問題はこれだけじゃなくて、実際に犯行現場となったガレージも、二人が逮捕されて事件が落ち着いたらすぐに解体されてる。被害女性の気持ちを考えてのことか？それも全くわからないけど、ガレージの所有者は一般人か、その手の業者らしい。そこに解体しろって命じるのは、なかなか難しいの。解体するにも費用はかかるし、解体したら商売の利益が消える。じゃあ、四つ目は？四つ目は、店舗の冷蔵庫から、別の女性の遺体が2体発見されたって。これを報道したのは週刊誌なんだけど、規制されたから、これ以上の情報はないの。他にも事件が起きてたのか？それも不明、その1回だけ取り上げられたからね。じゃあ、5つ目は？最後は警察の捜査。警察の捜査って？警察は事件発生から2人を逮捕して、2週間で捜査本部を畳んだの。早っ2週間。通常、どのくらい本部を立てておくのかは知らないけど2週間は短く感じるわね。警察は上の方から圧力かけられたのかもって、かなり噂になってた。誰も噂の検証してないのか？噂の検証は誰にもできないし、一般人には何も教えてもらえないわ。こんなに情報規制されてることないってくらい、この事件の詳細を確認できないの。委託店長って言っても、あんなひどい事件起こして、名前が知れ渡ったペッパーランチは大丈夫なのか？損害賠償がどうなったか知らないけど、あの事件の後、2007年12月18日、巣鴨店の店長が求人広告会社の男性を殴って、1週間の怪我を負わせてる。店長は、それまで担当してた女性社員に好意を持っていたから、求人広告会社の方で別の男性社員に担当を変えたの。それに腹を立てての犯行。それだけか。あと、2009年8月、山口県山陽自動車道、鯖川サービスエリア上り線店のペッパーランチで、食中毒騒ぎがあったの。食中毒？食事した4人が腹痛を訴えて、そのうちの2人が入院。検査の結果、腸管出血性大腸菌が検出された。食品衛生法に基づいて、3日間の営業停止処分を受けたみたいね。腸管出血性大腸菌って？腸管出血性大腸菌は O157 のこと。その時は、岐阜県大垣市の食肉加工会社が製造加工してて、出荷された肉の一部に O157 が混じってた疑いもあったらしい。ペッパーランチ側は、安全が確認されるまで全店臨時休業したの。で、どうなったんだ？ 9月11日、厚生労働省からの発表は、11道府県で23人。疑いのある人を含めると33人も食中毒の人が見つかったって。33人じゃ、もうステーキは食べられないのか？その食品加工会社が所属してる組合は、9月30日まで、対象製品を回収する行政処分を受けたの。その後ペッパーランチ側は、取引先を変えたって聞いたけど、2010年、食中毒を起こした食品加工会社と組合に対して、約12億の損害賠償を請求してるみたいね。食中毒騒ぎは乗り越えられたのか？いつ収まったのかはわからないけど、ペッパーランチは、投資会社に80億で売却されたって報道されてた。売却を決めたのはいきなりステーキを立て直すためだって。売却したってことは、店はどうなったんだ？いきなりステーキとペッパーランチの両方で、114店舗閉店。ニューヨークの店舗も撤退。でもペッパーランチは200店舗あった中で、182店舗残したから大丈夫みたいね。北山も三宅も刑期を終えてるから、出所はしてるはず。じゃあ、もう事件は過去のことだろ？終わったことには違いないけど、二人の行方は誰もわからないわ。何年か前に大阪で目撃されたって、ネットの掲示板には書いてあったけど、それも噂で何の確証もないからね。ただ、都市伝説系の作家と関係者の話によれば、二人のうちどちらかの身内に、警察関係者もしくは食肉業界の人間が絡んでるから、報道規制がかかったんじゃないかって。マジか？
噂の域を出てないから、それこそ単なる都市伝説ね。6つ目、バックパッカー連続殺人事件。1989年から1993年の4年間にオーストラリアのニューサウスウェールズで起こったバックパッカー殺人事件。この事件は当時オーストラリアは危険な国であるというイメージを世界の人々に植え付けることにもなったのよ。マジか。タイトル的にも相当悲惨な事件だったんだろうな。というか、これからバックパッカーになろうとしてる人にこの事件を話すのか？うん。何か問題ある？いや。念のため一応聞いておく。1992年9月にベラングロ州立公園内でね、ランニングをしてた人が妙な匂いを感じたらしいわ。それでその人が匂いを辿っていった先にあったのが謎の死体だったの。その人はすぐさま警察に通報したそうよ。もう完全にランニングどころじゃないよな。だね。この死体が発見されたことで捜査が始まったんだけど、1993年11月までにこの公園内で発見された遺体はどのくらいだと思う？この最初の1体だけじゃないのか？甘いわねマリサ。合計で7体よ。7体も？どうなってんだその公園。ちなみに殺害方法は刺殺や射殺、撲殺など様々。しかも遺体や発見現場の状況に類似したところがあったそうなの。それで調べていくと被害者は全てオーストラリアをヒッチハイクで旅していたバックパッカーだったわけ。というわけで、初期の段階から同一犯による殺人事件であるとみなされたんだよ。まるでバックパッカーキラーだな。犯人はそんなにバックパッカーに恨みでもあったのか？そういうわけじゃないんだけど、とりあえず被害者について話していくわね。理由はどうあれ、もうこの段階で旅とか行きたくなくなってきたんだけど。まず最初のバックパッカー被害者はイギリス人の女性であるクラークさんとウォルターさん。1992年の4月にキングスクロスで目撃されてから、行方不明となっていたのよ。まさかこんな形で発見されることになるとはな。この二人はオーストラリアをヒッチハイクしている最中に、犯人に拾われたとされていて、その後に森の中で殺害。ちなみにウォルターさんは全身の14箇所を刺されていて、クラークさんは頭や身体を10回ほど銃で撃ち抜かれていたわ。マジか、残酷だな。次に1993年の10月、同公園内で薪を探していた現地の人が白骨化した遺体を発見。薪の代わりに偉いもん見つけたな。ほんとよ。それで警察が捜査を進めた結果、行方不明になっていたギブソンさんとエベレストさんだということが判明。この二人は、4年前にビクトリア州フランクストンで目撃されたのを最後に行方不明となっていたの。ちなみにギブソンさんは全身8箇所刺されていて、心臓と肺には穴が開いていたわ。毎回残酷だし、犯人の動機がまるでわからないから余計に恐ろしいな。エベレストさんに関しては暴行を加えられていて、顎や額をはじめとして何箇所も刺された跡が見られたわ。さらに犯人はエベレストさんが履いていたタイツを脱がし、足を縛り付けて強姦しているの。5人目の被害者はドイツ人の女性のバックパッカーであるシュミットさん。1993年11月に白骨化した遺体が警察によって発見されたわ。その遺体のそばには衣服が落ちていたんだけどね。この衣服は彼女のものじゃなかったみたい。これは事件に関わってる重要なアイテムな気がするぞ。先に答えを言っちゃうとね、この衣服は次に紹介する被害者のものだったの。ああ、なんで先に言っちゃうんだよ。ネタバレかよ。ダメだったの？もう少し推理させてくれよ。なんかごめん。次からは気をつけるわ。それで彼女も他の被害者と同様、ヒッチハイク中に犯人に拾われたみたいね。そして検視の結果、全身を刺されて強姦されたことがわかったよ。これは確かに危険な国認定されてもおかしくはないな。犯人はシュミットさんを殺害した後、森の中にある落ち葉や枝などで遺体を隠して逃走したみたい。マンネリか？もうちょっと手の込んだ隠し方してくれよ。確かにね。次にドイツ人カップルのニューガバーさんとハブシットさんが殺害されて、手口は他の被害者たちと同様。ただ、ニューガバーさんは頭を6回も撃ち抜かれていて、ハブシットさんに関しては首を切り取られていたの。ちなみにその首は未だに見つかっていないわ。怖。でもなんでこの人だけはいつもと違うんだろうな。なんでかしらね。残念ながら、その部分は明らかにはなってないのよ。まあいずれのケースでも遺体発見現場でキャンプした形跡があったから、被害者は長時間にわたって拘束をされていたと思われるわ。それと同時に拷問されていたことが伺えるわね。だな。ここまでするって、普通の精神状態じゃなさそうだな。うん。しかも多くの被害者は手足を縛られて、さらに脊椎を損傷させられて行動の自由が奪われていたしね。これがサイコパスってやつか。そして1993年、イギリス人のバックパッカーである、ポール・オニオンという男性がオーストラリア警察に通報してきたの。どうやら、ヒッチハイク中に同じような被害に遭いそうになったことを思い出したそうよ。
お、事件に進展が。オニオンさんはね、4年ほど前の1989年にシドニー周辺でバックパッカーをしていた時に、ヒッチハイクをしてビルと名乗る男の車に乗せてもらったんだって。おそらくこいつが犯人だろ？え、まだわからないじゃない。いや、そんな気がする。今までの経験からして。そしてしばらくは雑談を交わしてたんだってさ。それで質問ばかりをされたりで不審に思った矢先、オニオンさんはこの男に突然銃を突きつけられたのよ。雑談からの質問攻めからの銃突きつけのコンボは、さすがに常人じゃできない技だぜ。それからオニオンさんは死に物狂いで逃げ出して、通行中の車に助けを求めたことでなんとか命は助かったそう。今回の事件を知ったオニオンさんはこの経験が関係があると思ったらしく、通報に至ったそうよ。なるほどな。それでどうなったんだ？この話を聞いた警察は早速オニオンさんに捜査の協力を求めたところ、彼がビルと断定したのがアイヴァン・ミラットっていう男性だったわ。それから警察はミラットに焦点を絞って、現場に残されていた。銃弾のタイプから銃のライセンス番号を割り出すの。警察はすでに前科、アリバイなどを元に容疑者を絞り込んでいたんだけど、オニオンさんの証言によりミラットを容疑者と特定して、ついに家宅捜査が行われることに。さて、何が出てくることやら。楽しみだな。そして家からは銃や被害者のものと思われる、バックパッカーたちの寝袋や水筒が発見されたわ。さらに被害者の首を絞めた際に使ったと思われる紐も見つかって、その紐に付着していた血液が最初の被害者であるクラークさんのものと一致したの。もう確定したな。なんで自宅にそういうものを残しておくかな。こうしてミラットは1994年5月に逮捕されたのよ。だけどミラットはあの家には4人の男兄弟と一緒に住んでいたんだ。他の誰かの犯行かもしれない俺は兄弟の誰かにはめられたんだ。おそらく弟のリチャードだろうと犯行を否定していたわ。まあ普通なら、苦しい言い訳にしか聞こえないけどな。普通ならね。でもこの主張は確かに一理あって、ミラットは酒もタバコもやらなかったんだけど、犯行現場には酒瓶やタバコの吸い殻が残されていたのよ。え、ということはミラットの言ってることは本当なのか？だから酒飲みで愛煙家のリチャードの犯行か共犯である可能性も否定できなかったんだけど、結局ミラットのみが裁かれることになったの。こうしてミラットはイスラム系のテロリストが数多く収容される、シドニーの最重要刑務所であるゴールバーンに無期懲役で収容されたわ。でもまあ、とりあえずは連続殺人を阻止することができたって感じか。うん。だけどミラットは犯行を否定し続けていたから、明らかになっていない部分もあるのがもどかしいところね。そもそもさ、このアイヴァン・ミラットってどんな人なんだ？やっぱり気になっちゃう？そりゃここまでのことしてるんだ、気にはなるだろ。そうよね。アイヴァン・ミラットは1944年生まれで、クロアチア移民の父親とオーストラリア人の母親の間に生まれた14人兄弟の4番目なの。1971年に2人のバックパッカーの女性を強姦したことで、逮捕された経歴があるんだけど、不起訴となっているわ。昔からバックパッカーキラーだったのか。他にも不法侵入、窃盗、強盗、強姦、危険運転、仮釈違反などの、あらゆる犯罪で逮捕された経歴を持ってるのよ。いろいろやりすぎだろよくこんな奴を野放しにしてたな。ライオンとか虎を野放しにされるより恐ろしいわ。あと犯行現場付近に土地を所有していて、最初の遺体が発見された直後に自家用車の日産サファリを売却していたの。そういうことも含めて、犯人のプロファイルに最も近い人物だったそうよ。これって計画されたというより、本能でやってる感がすごいな。確かに。もし計画をちゃんと立ててたら、こんな近場でやったりしないし、わかりやすく車とか売らないよね。うん。だから余計に恐ろしいやつだな。あとミラットは服役中にハンガーストライキをしたり、脱走を試みたり、カミソリの刃やホチキスの刃を飲み込んで自殺を図ったりして何かと騒がせていたわよ。常軌を逸してる。カミソリの刃を飲み込んで自殺ってなんだよ。しかも2009年1月には、無罪を訴える手段としてプラスチック製のナイフで左手の小指を切断し、それを封筒に入れて高等裁判所に郵送しようとしたの。止まらないな、もう想像の範囲外だわ。そんなミラットだったんだけど2019年に末期の食道癌により、74歳で最後を迎えることに、亡くなる直前、短い時間訪れた母親と二人きりの時間を与えられたミラットは、あの事件は僕がやったんだと犯行を自供したそうよ。最後の最後で認めたな。母親の愛は偉大だったか？もしかしたら、そうなのかもしれないわね。それでミラットが捕まった後にね、ある教授がミラットに取材を試みたのよ。ほう、それは面白そうだな。どんな感じだったんだ？手紙のやり取りをしてたみたいで、その教授は彼の手紙はいつも10ページを超える長文であり、その一糸乱れぬ手書きの文字に当初は本当に衝撃を受けたと語っているわ。
え、まさかの絶賛。今のところはね。それでミラットはスーパーマックスっていう最高警戒レベルの週刊者だから、本とかを送ることができなかったんだって。だから教授はいつもミラットが関心のありそうな、ネット情報を複数ページ印刷して同封していたそうなの。どうしてもミラットについて知りたいんだな。さすが教授さん、探求心が違うぜ。そして教授はミラットに両親のことや兄弟のことなどの家庭環境を分析するために、両親は厳しかったか？兄弟が多くて寂しい思いはしなかったか？とか色々と尋ねてみたそうなの。バックパッカーキラーは家族についてどう思ってたんだろうか。かなり気になるな。するとミラットは全く厳しいことはなかった。僕の父さんは僕が何か間違いを犯しても手を挙げたりすることはなくて、一つ一つ丁寧に納得するまで説明してくれる人だったと力説していたらしいわ。家族思いかよ。やりとりの最初の数回はそうした質問を織り交ぜた内容だったらしいんだけど、自分が無実であるという主張だけは不動のものだったらしいよ。ここまでのことをしておいて、そのスタンスは保つんだな。教授曰く、ミラットの論点は捜査官がいかに自分の手柄を上げることに執着しているか、そして逃走に成功したオニオンさんの供述をいかにねじ曲げて、彼を証人として抱き込んだかという点に集約されていたそうなの。なるほど。捜査官のせいにしてたわけか。でもね、実はそのミラットを担当していた捜査官はあんまり評判が良くなかったらしいのよ。それでその後は今回の事件の前に逮捕されたことなどを尋ねて、教授は彼は本当に稀な冤罪のケースかもしれないと思ったりもしたと語っていたわ。おいおい、嘘だろ。教授はミラットに味方するのか？それから教授は、ミラットの総合的な行動パターンを判断の基軸に考えたのよ。その結果、今回の連続殺人前の不法侵入、窃盗、強盗強姦危険運転、仮釈違反などといった、オールラウンドの犯罪に手を染めることができるのは、サイコパスの典型的な特徴という結果に至ったらしいわ。それから時折垣間見せる、決して見落とすことのできない、彼の病的な嘘つきの表情も気になったそうよ。さらには無罪を訴える手段として自分の指を切り落とすという常軌を逸した主張手段、逮捕した捜査官の人間性の否定と、事件のテクニカルな側面に関する否定なども指摘していたわ。うんうん。さすが教授わかってるな。そしてミラットは13歳あたりから、たびたび施設の世話になってきたらしいのよ。それなのにもかかわらず、本当に非の打ちどころのない両親と兄弟だと語る、家庭内の非を決して認めようとしない、サイコパシーの高い犯罪者にありがちな心理的抑圧にも注目していたわ。なるほど。それもサイコパスの特徴なのか。ちなみに母親は父親の死後に再婚をしたんだけど、ミラットは系譜とはうまくいかなかったんだって。これらすべての情報を総合して、教授はミラットは親や多すぎる兄弟たちへの、不平不満の抑圧を起爆剤としたサイコパス的な連続殺人鬼と最終判断を下ろしたの。7つ目、インチョン小学生殺害事件。事件は2017年3月29日午後12時45分頃、韓国のインチョン市ヨンスクにある公園で起きたわ。友達と遊んでいた8歳の女の子、A ちゃんが何者かに誘拐されたのよ。こんな真っ昼間に誘拐されたんだな。当時はどんな状況だったんだ？もう少し詳しく説明していくわね。この日授業は午前中で終わり、A ちゃんは自宅近くの小学校から12時過ぎには帰宅するはずだったの。ところが、下校時間が過ぎても A ちゃんは帰宅しなかったのよ。娘がなかなか帰ってこないと、お母さんは心配になっちゃうよな。心配した A ちゃんの母親は自宅近くを探し始めたわ。そして公園のベンチに、A ちゃんのカバンが放置されているのを発見したのよ。カバンだけポツンと残されてたんだな。A ちゃんが置いたまま遊んでいた。なんてことはなかったんだよな。A ちゃんの行方はわからないままだったわ。しかも A ちゃんの人見知りな性格から、見知らぬ人についていく可能性は低いと考えた母親は、拉致や誘拐の可能性を疑い、16時頃警察に通報したの。で、警察は捜査を開始したのか？警察と近隣住民による大々的な捜索が開始されたわ。すると周辺の聞き込みや、監視カメラの映像の解析によって、A ちゃんの足取りが明らかになったのよ。A ちゃんはどんな行動をとってたんだ？まず A ちゃんの同級生から得られた証言によって、A ちゃんが、12時過ぎに自宅に向かう途中、公園で中年女性から携帯電話を借りようとし、そのままその女性に連れ去られたことが明らかになったわ。公園にバッグが残されていたのは、そのためだったんだな。同級生によると、中年女性と A ちゃんは以前から面識があるように見えたそうよ。A ちゃんにとって知り合いだったから、いともたやすく誘拐されてしまったってことなのか。さらに周辺に設置された監視カメラの映像を解析した結果、その中年女性は黒い服を着て旅行用の大型キャリーバッグを引き、
自宅近くのマンション A ちゃんを連れて入っていく様子が残されていたの。そんな大荷物ってことは、どこかへ行ってきた帰りだったのか？そしてマンションのエレベーターに乗り、13階で降りたことが判明したわ。ここまで特定できれば、すぐに A ちゃんの居場所にたどり着けそうだな。警察はすぐさまこのマンションの捜索を開始したわ。そして、マンションの屋上に備え付けられた上水道タンク室の上から、ビニールに包まれた A ちゃんの切断遺体を発見したのよ。え、なんでそんなところから？しかも切断されてるってひどすぎるぜ。閑静な住宅街にあるマンションで起きたこの事件は、周辺住民を一気に恐怖に陥れたわ。警察はマンションの屋上で遺体となって発見されたことから、犯人がこのマンションの住人である可能性が高いとしたのよ。犯人である中年女性は A ちゃんを自宅に連れ込んで殺害し、遺体を切断してビニールにくるみ、屋上に遺棄したということだよな。中年女性が降りた13階を中心に、入居している世帯を一つ一つ、訪問するなど徹底した捜査が行われると、15階に住む世帯の一室から、A ちゃんの所持品が発見されたことで、容疑者は無事逮捕されたわ。すぐに特定に至ったんだな。犯人の中年女性はどんな人だったんだ？それが犯人は、警察が当初見立てた人物とは全く異なる17歳の少女だったの。逮捕された K は、A ちゃんと同じ町内に住む少女だったのよ。取り調べで判明した K の当日の動きはこうよ。K は事件当日の朝、母親の服を着て、サングラスを着用し、旅行用のキャリーバッグを引いて自宅付近の公園に出かけた。なぜ K は母親の格好をして出かけたんだ？ K があえてこのような扮装をしたのは、年齢を偽装するためだったと見られているわ。ということは最初から事件を起こそうと計画していたんだな。確かに、この紛争のせいで、容疑者は中年女性だと思われていたもんな。K の携帯電話の検索履歴から小学校の下校時間を検索した形跡があり、K はその情報をもとに公園で下校途中の小学生を待ち受けていたようね。そして、携帯電話を貸してほしいと接近してきた A ちゃんをまんまと自宅に連れ込んだの。もともと A ちゃんをターゲットにしていたというよりは、A ちゃんがたまたま、携帯電話を貸してほしいと言ったからターゲットを彼女にしたって感じだな。その後、K は A ちゃんを充電ケーブルで絞殺し、自宅にあった包丁でめった切りにした後、臓器は生ゴミとして捨て、上半身と下半身はマンション屋上に遺棄したそうよ。17歳の少女がここまでひどい犯行をしたんだな。ゾッとするぜ。犯行時刻は12時50分から15時の間で、K は16時過ぎに服を着替えて外出したことがわかっているわ。何事もなかったかのように外出できるなんて、サイコパスとしか思えないぜ。K に家族はいるんだよな。家族は犯行に気づかなかったのか？ K は遺体の切断を浴室で行ったそうだけど、同居している家族も気づかないほど徹底した後始末を行っていたらしいわね。こんな残忍なことをしたのに、すごく冷静だったんだな。なぜ K は、17歳という年齢でこんなに凶悪な犯罪を犯したんだ？警察に対してなんて供述しているんだ？犯行後、K は警察に覚えていないと話したそうよ。中年女性のふりをしたり、遺体の処理方法を聞く限り、緻密に計画されたものだとしか思えないが、実はその後 K は衝撃の殺害動機を語っているのよ。 K は A ちゃんの家族に身代金を要求しようとしたわけでもないし、恨みを持っていたわけでもないんだよな。ええ、K は A ちゃんに携帯電話を貸してほしいと言われたけど、バッテリーがなかったので充電した後に使わせてあげようと家に一緒に連れて行ったと明かし、家に入った時に猫をいじめたため、怒って犯行に及んだと語ったそうなの。なんだそれ。仮に猫をいじめたとしてそれは良くない行為だけど、人間を殺すのはもっと悪いことじゃないか？それにそもそも、変装までしていたのにその言い訳は通用しないぜ。そうでしょ。この供述は世間にも大きな衝撃を与えたそうよ。こうした児童を巻き込む事件は、大半が身代金目的の強行か、幼女に対して性的衝動を覚える性犯罪者の仕業である場合がほとんどよ。でも今回の事件はそのどちらにも当てはまらないの。警察は K の供述を信じたのか？いいえ。K の家に猫がいるのは事実だけど、計画的な犯行であることを否認するための言い逃れだと判断したそうよ。K が A ちゃんをマンションに連れて行く際、15階にある自分の家でエレベーターを降りず、わざわざ13階で降りて15階まで階段で上がったこともそう判断した理由ね。確かにそれは、捜査の目を逃れようとしたとしか思えないな。それから A ちゃんの母親からは着信などなかったとの回答もあったようで、マンションに到着してから、K が A ちゃんに対して電話機を貸さなかったことも明らかとなったわ。最初から殺害目的で連れ込んだとなれば、納得だな。あれだけ犯行の準備を入念にしていたのも怖いが、犯行を一人でやってのけたってのがなんとも恐ろしいぜ。
それが、A ちゃんの葬儀が終わった4月初旬になって、共犯者の存在が浮上したのよ。それはどういうことだ？この事件では当初から、17歳の少女が単独でこのような凶悪犯罪を、起こすのは無理ではないかと疑問視する声が上がっていたのよ。そして捜査の結果、事件発生の2ヶ月前に SNS で知り合い、猟奇的な内容だらけの、狂気じみたやり取りを交わしていた P という女性が捜査線上に上がったの。その P ってのは何者なんだ？19歳の少女よ。こっちも未成年なんだな。実は事件当日、K が P に対し仮に出かけてくると連絡していて、P は戦利品が欲しいと返答していたそうなの。そして K が A ちゃんを殺害した後外出したのは、ソウルで P に会うためだったことが明らかとなったわ。犯行を借りとか冗談めかすのは最悪だな。しかも K が A ちゃんを誘拐した時、P は生きているとか指は綺麗なの防犯カメラは確認したのなどと尋ねていたのよ。犯行の最中に、実況中継でもするようにその一部始終を報告していたんだな。でも戦利品が欲しいっていうのがよくわからないぜ。P は K に対し、遺体の一部を自分にプレゼントして欲しいと要求していたのよ。そして取り調べの結果、K は切断した A ちゃんの指を包装紙で包み、P に手渡していたことが判明したわ。もしかして戦利品って、遺体のことを指していたのか。驚きよね。でも K が手渡したとされる A ちゃんの指について、P は受け取ったのが遺体の一部だとは思わなかった中身を見て驚き、捨てた、などと供述していて、今もなお発見されていないそうよ。なんだそれ。犯行の様子を聞いてる時に指は綺麗なの？とか言ってる時点で、指をご所望だったんだと思ってたが、いざ指を目にしておじけづいたのかな。さらに驚くべきは、K と P の二人はその遺体の一部を持ったまま約3時間にわたって食事をしたり、市内を歩き回って過ごしていたことよ。どうやったらこんな異常な関係が出来上がってしまうんだ。じゃあ、二人の出会いについて説明するわね。まず K は中学校の頃から精神状態の不安定さを指摘されることがあり、高校進学後に不登校気味で中退したそうなの。その後フリースクールに通い始めたものの、6ヶ月で辞めてしまったらしいわ。バリスタ教室に通った時期もあったらしいけど引きこもり気味で、両親との関係も良くなかったそうよ。どこか精神に鬱屈した部分を抱えていたのかもな。そんな K が没頭していたのがインターネットのコミュニティだったの。このコミュニティは、参加者が定められた世界観に合わせてストーリーを進行させ、同時にそのストーリーの登場人物になりきって、その役割を演じるというものよ。ロールプレイングゲームみたいなことか？ええ。こういうゲームは SF とかファンタジーなど細かくジャンルが分かれているの。その中で K がのめり込んでいたのがゴアというジャンルなのよ。ゴアってなんだ？初めて聞く言葉だぜ。ゴアは派手な流血を伴う自害や傷害、殺人などが含まれるゲームで、未成年の参加は制限されていることが多いのよ。あれ、でも K って確か17歳だったよな。なぜ参加できているんだ？それが年齢を偽って参加していたのよ。そして、ストーリーに合わせて流血や殺人、遺体の既存に関するイラストを作成して提供していたことも明らかになっているわ。かなり没頭していたんだな。そこで出会ったのが P だったってわけか？ご明察ね。K が P と知り合ったのが、このゴアのゲームが行われるコミュニティだったのよ。誤解の内容を言っておくけど、ゴアのストーリーは全て架空のもので、ほとんどの参加者は純粋なフィクションとして楽しんでいるわよ。そりゃそうだぜ。これを全部現実と考えている人が他にいたら、世界中殺人者だらけだぜ。でも K は、不安定な精神状態や家庭や学校などの葛藤といった状況で、ゴアにハマったことで、現実社会でもそのキャラクターを、演じてしまったのではないか、と考えられているそうよ。精神が安定しない状態で行うゲームは、危険なのかもな。結局4月6日に、K は未成年誘拐、殺人及び死体損壊、遺棄の疑いで逮捕されたわ。P も10日に犯行幇助及び死体遺棄の疑いで逮捕されたのよ。裁判はどうなったんだ？ P はもともと、遺体の一部をもらったことを否定していたんだよな。P は裁判が始まるとこれまで通り、受け取ったものが遺体だったとは、知らなかったと主張したわ。また、K とやり取りしたメッセージについても、遊びと思っただけで、実際の殺人だとはわからなかったと訴えたそうよ。確かに、ネットでの世界観が世界観だから、どこまでが本気かわからない部分はあったかもしれないな。一方、K は犯行を認めながらも、当時心神喪失状態だったと強く主張したわ。心神喪失状態って、精神障害のせいで善悪を全く判断できなかったり、判断した通りに行動することができない状態のことだよな。ええ、しかも P が指示した殺害行為を遂行しなければならないという、脅迫に苦しんだとか、正しくないことはわかっていたが、
B の指示を拒絶することも正しくないと思ったと話したみたいなの。犯行は K の自発的なものじゃなくて、B に強く指示されていたって言いたいのか？そうよ。この発言に傍聴席は騒然となったらしいわ。しかも公判中、裁判官や検察の顔を睨みつけるような表情で、反省や罪悪感のかけらもなかったと感じた傍聴人がほとんどだったそうなの。結局判決はどうなったんだ？一審の仁川地方裁判所では K に対して懲役20年、B に対しては無期懲役と、検察の求刑通りの判決が言い渡されたわ。なぜ実際に女児を殺した K の方が刑が軽いんだ？ K は満18歳未満で少年法上、無期懲役の言い渡しができないから懲役20年となったそうよ。それで、二人はこの判決に納得したのか？いいえ、二人とも判決を不服として控訴しているわ。控訴審では、犯行を具体的に議論した証拠がないことから、B に犯行を指し示されたという K の供述が否定されて、高裁は K の単独犯行と判断したのよ。じゃあ B の判決は？殺人幇助の罪で懲役13年となったそうよ。K は引き続き心神喪失と主張したけれど認められず、判決は一審と同じく、年齢での最高刑である懲役20年のままとなったわ。最高裁の結論も変わらず、2018年9月に二人の刑は確定したのよ。二人はいつか刑務所から出てくるんだよな。きちんと反省してくれればよいが、再犯の可能性を考えると怖いぜ。実は裁判において未成年者である主犯の刑は、30年の位置追跡電子装置付着を命令されているのよ。位置追跡電子装置？韓国では2008年から性的暴行や未成年者誘拐、殺人、強盗など重大な罪を犯した人物に、GPS 足輪を装着させる法律が施行されているの。再犯を防ぐために24時間監視するのよ。韓国にはそんなシステムがあるんだな。つまり、それは刑に再犯の可能性がありそうってことでもあるよな。ええ。でもこの足輪のおかげで韓国では性犯罪の再犯率が7分の1に減少しているそうよ。だけど、刑の場合は性犯罪ではなく殺人だし、この割合が適切かどうかわからないよな。そうなのよね。しかも、この装置を壊して逃亡したり、装置をつけていても関係なく、再犯する人もいるそうだから、どこまでの効果を期待できるかはわからないかもね。そうなんだな。でも、少しでも再犯が防げるなら導入するのは悪いことじゃないと思うぜ。日本では導入されないのかな？日本はまだ導入に向けて話を進めている段階だそうよ。人権の問題もあるから、難しいのかもな。この事件は動画配信サービスネットフリックスにおいて未成年裁判という、タイトルで世界配信され、日本でも大きな話題を集めているのよ。今回の事件以外にも、数々の未成年による犯罪事件が取り扱われているの。こんな衝撃的なエピソードが再現されているなんて、目を打ってしまいそうだな。でもドラマ化されることで事件が風化することを防いだり、教訓として同じ事件を二度と起こさせないようにすることができればいいと思うぜ。八つ目、広島市中区地下道16歳少女刺殺事件。事件が起きたのは、2000年1月20日の木曜日、午前3時50分頃だったわ。被害者の K さん当時16歳に友人が電話をかけたの。そんな時間に電話しても寝ているんじゃないか？いえ、K さんはこの電話に出たわ。1月19日の夜から1月20日の午前3時頃まで、JR 広島駅付近の繁華街で遊んでいたのよ。16歳が深夜まで繁華街にいるのは危険なんだぜ。次の日の学校に支障が出てしまうぜ。電話に出た K さんの声はいつものように明るい声ではなかったわ。さらに電話口から聞こえてきた内容はおぞましいものだったの。どんな内容だったんだ？電話から聞こえてくるのは、刺された。痛いよ。血が止まらんよ。という、とても悲痛な声だったわ。K さんの友人は驚いて、どうしたん？と聞き返したけど、その途端、電話は切れてしまったの。一体何があったんだ？事情のもつれか、通り魔か？この事件は未解決なのよ。犯人の動機も、トラブルがあったのかどうかもわかっていないわ。目撃者もいないのか？いえ、事件当日飼い犬の散歩をしていた主婦がいたわ。そして、地下道を通っている時に K さんがうずくまっているのを目撃しているの。その女性は K さんに声をかけたのか？ええ、女性は気分が悪いのかと思って K さんに声をかけたそうよ。だけど、K さんはうなるだけで返事をしなかったから、女性はそのまま立ち去ったわ。ただの酔っ払いかもしれないし、下手したら面倒なことになるかもしれないもんな。まさか、そんな切羽詰まった状況とは思わないぜ。ただ、女性は一度立ち去ったけどどうしても K さんのことが気にかかったそうよ。それで、1、2分してから再び地下道に戻ったのよ。そして K さんの周囲をよく見ると、地面が血で染まっていることに気づいたの。驚いた女性はすぐに広島中央署元町交番に届け出たわ。K さんの容態はどうだったんだ？ K
K さんはすぐに救急車で搬送されたんだけど、その時はまだ意識があったの。だけど約1時間後には出血多量で死亡が確認されたわ。K さんは約10センチほどの刃物で襲われた形跡があったわ。両腕の付け根付近の背中2箇所と、両足の太ももの裏2箇所、計4箇所を刺されていたの。その凶器は見つかったのか？凶器となった刃物は現在も見つかっていないわ。それから、K さんの着衣には乱れがなくて、財布の中の現金も残されていたの。だから当初は通り魔か顔見知りの怨恨による犯行ではないかと見られていたわ。でも、目撃証言も物証となるような遺留品も現在まで発見されていないのよ。凶器も物証もないのは厳しいぜ。ただ一つ気になる点があるわ。K さんが背負っていたリュックの肩紐の一部が切られていたそうよ。リュックの肩紐？犯行の際、K さんには抵抗した痕跡がなくて、背後から突然襲われた可能性が高いとされているのよ。なるほどな。しかし犯人の目撃情報もないんだよな。実は二つの目撃証言があるのよ。一つ目は、20歳前後の若い男が倒れる K さんを見下ろしていたという内容ね。警察も呼ばずに倒れている K さんを見下ろしていたのか？なんだか恐ろしいぜ。この男が通行人なのか犯人なのかははっきりしないわ。でも、恐ろしい光景よね。しかし、犬の散歩をしていた女性以外にも目撃者がいたんだな。そうなのよ。二つ目の目撃情報は、K さんがタクシーを降りた時の内容よ。K さんはタクシーを利用していたのか。ええ、そのタイミングで地下道付近で不審な乗用車が目撃されているわ。その車は、まるで K さんを待ち構えているかのように見えたそうよ。だけど、この二つの目撃証言が解決に結びつくことはなかったわ。目撃証言は貴重だが、ちょっとぼんやりした情報だもんな。こういう時って、懸賞金制度とかが適用されるんじゃないか？ええ、当初はその告知もされていたわ。でも、それもいつの間にか取り下げられていたそうなのよ。それじゃあ、余計に事件に対する注目度が下がりそうだぜ。しかし、被害者の K さんはどんな人物だったんだ？実は、K さんの生い立ちについては不明な点がいくつかあるのよ。そうなのか？それも教えてほしいぜ。ええ、K さんは1998年4月に広島市内の私立高校に入学したわ。だけど翌年の1999年3月には学校を退学しているの。さらに1999年3月の時点で、養母の元を離れているわね。その後は、広島県中区にある祖母の家で二人暮らしをしていたの。実家じゃなくて祖母の家に身を寄せていたんだな。実の両親との関係が悪かったのか？ K さんと本当の両親との関係は分かっていない点が多いのよ。ただ、養母の元にいたみたいだし、養子に出されていたのだと思われているわ。そしてちょうど、K さんが高校を退学した。1999年の3月に養母の夫が亡くなったの。マスコミの報道ではこの人物に関して、あくまで養母夫という表記がされているわ。だから、彼が K さんの養父だったかどうかは判明していないわ。複雑な家庭環境なんだな。もし亡くなったのが K さんの養父なら K さんもショックだったはずだぜ。そうね。そして高校を退学してからの K さんはアルバイトをしていたわ。その間、通信制の学校や専門学校に通ったりすることはなかったそうよ。K さんは友人が多くて、知り合いまで含めると、かなり多くの交友関係があったそうね。随分顔が広い子だったんだな。K さんは、事件の前日の1月19日の夜も友人数名と遊んでいたわ。確か、場所は JR 広島駅付近の繁華街だったよな。ええ、K さんたちはゲームセンターや漫画喫茶で遊んでいたわ。そうしているうちに日付は1月20日になって、時刻は午前3時を回っていたの。いくら楽しいからといって、遊びすぎには注意だぜ。夜中の繁華街は危険がいっぱいだからな。マリサの言う通りね。K さんは友人たちと別れて祖母宅に帰ることにしたわ。K さんは午前3時15分頃に一人でタクシーに乗り、車内では誰かと電話をしていたの。タクシーを降りてからも、話し続けていたそうよ。タクシーの運転手から見て、K さんの様子はどうだったんだ？トラブルを抱えていそうだったり、追い詰められているような雰囲気はなかったのか？運転手は K さんが親しい友人と話している印象を受けたそうね。トラブルを匂わせるような様子はなかったと話しているわ。K さんは祖母宅から50メートルほど離れた場所で降りて、別の場所に向けて歩き出したわ。どこに行こうとしたんだ？コンビニよ。K さんは地下道を通ってコンビニに向かったの。私はあまり地下道を利用したことがないんだが、どれくらいの距離なんだ？ K さんが通ったのは、広島市中区西白島町にある城北地下道よ。全長約236メートルの地下道で、通勤時間帯は人通りも多いわ。そんなに長いのか？地下道って、道路を渡るくらいの長さだと思っていたぜ。ちなみに日本で一番長い地下道は大手町から東銀座までの約4050メートルよ。そんなに長い地下道もあるんだな。
しかし、深夜の長い地下道なんて、想像するだけで怖いな。事件があった城北地下道は、深夜から朝方にかけて通行人がほとんどいないの。この地下道には非常ベルがあるけど、事件当時はまだ監視カメラもなかったわ。監視カメラがないんじゃ犯人を探すのも難しそうだな。他にカメラはなかったのか？コンビニには防犯カメラがあったわ。そこには、Kさんの姿が映っていたわ。映像の時刻は午前3時半頃で、その時のKさんにはおかしな様子はなかったわ。コンビニで買い物してる時も一人だったんだよな。誰かと落ち合っていたわけじゃないんだろう？ええ、Kさんは一人だったわ。Kさんはコンビニを出ると、地下道を通って自宅方面に向かったわ。でも、ここで妙な点が浮かび上がるのよ。何かあったのか？実は、事件の直前にKさんは友人に、ある話を持ちかけていたの。事件に繋がりそうな内容か？事件に関係するかはわからないわ。ただ、とても大事なことだったそうね。近いうちに話すからアドバイスをしてほしいと、Kさんは友人に頼んでいたというの。Kさんはタクシーの中で電話していたんだよな。その時に話した可能性もありそうだぜ。Kさんがタクシーに乗ってその大事な話をしたのかはわからないわ。でも、話をする前に殺害されてしまったとの見方が強いわね。結局はっきりしているのは主婦の女性の証言と、刺された箇所くらいだな。これじゃ、犯人特定のしようもないな。悔しすぎるぜ。警察は事件から15年経っても捜査を続けているわ。2015年の2月には、最新の装置を使って現場の鑑識活動を行ったの。どんな装置なんだ？壁などに特殊な光を当てることで、指紋や遺留物を浮かび上がらせる装置よ。これを使えば、新たな証拠が見つかる可能性があるの。もしかして計算事件に関する証拠も見つかったのか？そういった発表はされていないわ。何か見つかった可能性はあるけど、有力なものではなかったのかもしれないわね。結局、犯人の目的は何だったんだろうな。最初に話した通り、この事件は怨恨と通り魔のどちらの線もあり得るの。インターネットでは、犯人が偶然地下道にいたと考えている人も多いわ。通り魔ということか。だが偶然といっても1月下旬の事件だよな。そんな寒い中、人が通るかもわからない地下道で待ち伏せなんかするか？確かに、当時の最低気温はマイナス1度とかなり冷え込んでいたわ。ただの通り魔なら、そんな寒い深夜に刃物を持ってうろうろするのか？と、マリサと同じような懐疑的な意見もあるわね。だよな、あまりにも不毛だぜ。他にも、繁華街で偶然計算を見た犯人が、狙いを定めた可能性も指摘されているの。だが、計算につけられた傷は他の事件と比べると少し違和感があるぜ。ええ、計算が負った傷は両腕の付け根付近の背中と両足太ももの裏ね。もし殺害目的であれば、胸や首のあたりを最初から狙うのが一般的だわ。だけど計算はリュックを背負っていたわ。リュックが邪魔をして背後から首や胸を狙えなかった可能性も高いのよ。ひるませてから、リュックの横から背中あたりを刺したのではないかと推測されるわ。そういうことか。確かにリュックがあったらいきなり胸を刺すのは難しいもんな。そういえば計算は友人の電話に出たんだよな。犯人の特徴などは話さなかったのか？電話で犯人の特徴を伝える時間はなかったと言われているの。電話した時は息も絶え絶えで、犯行もかなり短い時間で済んでいると思われるわ。なるほど、結局は手がかりなしか。この事件は今年で23年目を迎えるけど、今も広島県警察は情報提供を求めているわ。少しでも心当たりがある人は情報の提供をお願いしたいわね。犯人の逃げ毒なんて絶対に許さないぜ。この事件とは直接関係はないんだけど、一つ話しておくことがあるわ。事件から2年が経った2003年1月に、Kさんの養母が逮捕されたのよ。一体何があったんだ？1999年3月に養母の夫が亡くなった時、養母と Kさんは別居していたにもかかわらず、Kさんを養育している、と民生委員を騙して遺族基礎年金を受け取っていたの。たまに死んだ老人を生きていると詐称して、年金を騙し取る人もいるよな。ええ、養母もその口だったのよ。1999年8月から2000年8月までで、約138万円を自分の銀行口座に振り込ませたそうね。なるほどな。他に遺産とかはなかったのか？そんなことをする養母だし、その辺もちょろまかしてそうだぜ。その通りよ。遺産は養母と計算が半分ずつ相続する権利があったわ。でも養母は、知人の男性を計算の代理人に仕立て上げて、勝手に相続を放棄させたの。おいおい、そんなことまでしていたのか？養母にはどんな判決が下されたんだ？2003年6月10日に広島地裁は、手口が巧妙で被害額も大きいとして、養母に懲役2年執行猶予3年を言い渡したわ。しかし、こんな物騒な事件があるなんて、日本も意外と恐ろしいな。そうだけど、国内には他にも類似事件があるのよ。
1991年10月26日の深夜に、若い女の子が行方不明になる事件があったの。それはどんな事件なんだ？被害者は、千葉市立大宮中学校に通っていた S さん、事件当時13歳だったわ。彼女はその日は土曜日だったから、女友達4人で、お泊り会をすることにしたのよ。どこでお泊り会をしたんだ？千葉市は若葉区大宮台にある S さんの自宅よ。S さんには父親がいなくて、祖母と母親の3人で暮らしていたの。母親は千葉市内のスナックに勤めていて、お泊り会の時には不在だったわ。お泊り会というなら、外に出ることもないよな。事件になる可能性を感じないんだが、何があったんだ？ S さんたちは小腹が空いて、10月28日午前0時過ぎにコンビニに行ったのよ。近所にあったコンビニは24時間営業じゃなかったから、遠くのコンビニに向かったのよ。自宅から北へ約 4.3 キロ離れた小倉台のコンビニだったわ。随分遠いんだな。その道は物騒な感じだったのか？道幅は広いけど、暗くて夜間の人通りはほとんどなかったそうよ。女の子4人とはいえ、そんな道を深夜に通るのは危険なんだぜ。そうね。でも、S さんたちは無事に買い物を済ませて再び家へ向かったわ。でも、午前1時頃に食べた町付近で S さんが自転車ごと転倒してしまったの。路上にあった木の枝に引っかかってしまったそうね。暗い道だもんな。障害物があっても気づけなさそうだぜ。その時、後ろから歩いてきた男が転倒した S さんたちを追い越したわ。そして数メートル進んだところで立ち止まると、突然振り返って、お前ら、何やってんだ、と凄みながら、S さんたちに近づいてきたわ。肩で風切るような歩き方で、いかにもな輩だったそうね。怖すぎるぜ。その男は何者なんだ？男は歩道員を装っていたわ。そして、こんなところで何してるんだ。16歳未満の者が保護者の同伴なしで夜の11時を過ぎてで歩くのは犯罪だ。本当なら警察に連絡をするところだが、今回は話を聞くだけで許してやる。お前が代表でついてこい。と言って、S さんに一人でついてくるように命令したの。明らかに怪しいぜ。男は他の3人に対して、お前らは先に帰れと命じたわ。友人たちは、S の自転車はどうするの？と尋ねたけど、男は、後でトラックで運んでやると答えて、そのまま S さんと脇の小道へ入ったの。これが、S さんの最後の姿となったわ。なんだって、それきり行方不明になったのか？ええ、S さんは現在まで発見されていないのよ。4人でいても事件に巻き込まれるなんて思わなかったぜ。S さんたちもそう思ったでしょうね。この事件も未解決だけど、一刻も早く犯人が捕まることを願うわ。9つ目、不死身と呼ばれた又吉正規。又吉正規の話の前に、終戦後の沖縄の話を先にしないといけないわね。終戦後の沖縄といえば、日本本土とはまた違った復興を遂げたんだよな。その通りよ。まず、喜舎場長信という人の話を先にするわ。その人は誰なんだ？喜舎場長信は沖縄人として戦争に参加し、生き延びた男なのよ。沖縄戦の生き残りということは、地獄を見てきたんだろうな。私にも想像がつかないけど、そうでしょうね。戦後の沖縄は、アメリカ軍がそのまま駐屯し、日本から切り離される形になったわ。それは聞いたことがあるぜ。だが、実際の人々の生活はどうだったんだ？各地で物資不足が起き、沖縄の多くの人は飢えに苦しんでいたのよ。それは知らなかったぜ。それと喜舎場は何か関係があったのか？当時、やんちゃな若者たちがアメリカ軍の基地に忍び込んでいたのよ。言うまでもないけど、目的は食料品や軍用品などを盗むことね。アメリカ軍の基地に盗みに入るなんて、今じゃ考えられないぜ。もちろん、見つかれば銃殺されかねない危険な盗みだったのよ。その時に盗み出した物資は戦火と呼ばれ、彼らは戦火アギアーと呼ばれたわ。命を張るほど、物資が不足していたんだな。戦火アギアーは、当時の人たちの生命線な感じがするぜ。戦火アギアーは、主に10代の若者だったわ。その戦火アギアーをまとめていたのが、喜舎場だったのよ。なるほど、そうだったのか。喜舎場は戦火アギアーたちより少し年上だったから、敬意を持たれていたわ。親方という意味合いの言葉で、ダーリーと呼ばれていたのよ。やんちゃな若者のまとめ役って感じだったんだな。まさにそんな感じよ。喜舎場は沖縄ヤクザの始祖とも言える人物だったのよ。コザ派と呼ばれるグレン隊の創立者のような存在でもあるわ。それまで、沖縄にヤクザはいなかったのか？日本本土とは少し文化が違うわね。本土にあったような神農系とかバクト系といった、任侠の世界はなかったわ。沖縄のヤクザの始まりは戦後の時期だったのよ。同じ日本でも文化が違えば、ヤクザの発生原理も違ってくるんだな。日本の本土でも、戦後の闇市の警備などでヤクザの勢力が、拡大しているわ。同じ原理で、沖縄でもヤクザ文化が成長していくのよ。どういうことなんだ？
1950年の朝鮮戦争よ。これにより、沖縄の米軍基地は重要な意味を持つようになったわ。基地の建設が増えると同時に、付近に歓楽街ができていくのよ。ちなみに、付近に歓楽街を作ってほしいというのは米軍からの要請ね。アメリカ兵相手の水商売ってことだな。しかし、そうなると色々と大変なことが起きそうだぜ。米兵も荒くれ者ばかりだったし、イメージ通りのトラブルが起きたわ。料金を払わなかったり、暴力事件が起きたり、店を壊されたり、散々な目に遭う店が多発したのよ。米兵相手に主張するのは怖いし、泣き寝入りする店も多そうだな。そこで、店は地元のグレン隊に用心棒をやってもらうことにしたのよ。そこで白羽の矢が立ったのがセンカーギアーたちだったわ。中心人物は、もちろん汽車場で、沖縄最大の歓楽街の名前はコザよ。じゃあ、コザ派ってのはそこから来てるんだな。その通りで、汽車場はコザのまとめ役になったわ。そして、面倒を見ていた、センカーギアーがコザ派と呼ばれるヤクザになっていくのよ。そうやって、沖縄でもヤクザ組織のようなものができていったんだな。一方で、沖縄最大の都市だった那覇では1948年に経済活動が再開されたわ。ようやく、那覇に市場が開かれることになったのよ。復興に向けての第一歩になりそうだな。でも、この下闇市とほとんど変わらなかったわ。売っているものは、センカーギアーから買い取った盗難品も多かったのよ。そんな市場だからもちろん治安も悪く、喧嘩や盗みが絶えない場所だったわ。その辺の状況は日本本土と変わらないんだな。じゃあ、自警団が必要になるんじゃないか？自然と市場も自警団を雇うことになったわね。那覇の市場の自警団になったのは、あるグレン隊だったわ。そのグレン隊のトップが、又吉正規だったのよ。ようやく名前が出てきたな。又吉はどんな奴だったんだ？又吉は沖縄空手を小さい頃から道場に通って学んでいて、腕っぷしが強かったわ。空手に裏打ちされた実力者だったんだな。喧嘩では米兵相手にも負けたことはなかったと言われているわ。又吉はスターと呼ばれ、みんなから慕われていたそうね。コザが生まれてから2年後、那覇にも歓楽街が形成されたわ。又吉を中心とする自警団は、そのまま那覇の歓楽街も取り仕切ったのよ。ここら辺の流れはコザ派と大きく変わらないんだな。経緯は似ているわね。こうして、又吉を中心とする、那覇派という沖縄ヤクザが誕生していったのよ。コザ派と那覇派は、結成当初は友好関係にあったのよ。縄張りが明確に違うから、争う必要もなかったのね。又吉も汽車場のことを慕っていて、汽車場も又吉を可愛がっていたわ。意外と友好的だったんだな。10年くらいは揉め事もなく、定期的に交流会や情報交換会を、開いていたのよ。でも、コザ派の勢力拡大によってバランスが崩れてきたの。コザ派はコザ付近だけじゃなく、沖縄の中心部にも拡大していったわ。だんだん不穏な空気になってきたな。那覇派は勢力を拡大していなかったのか？那覇派も勢力自体は拡大していたわ。でも、構成員の人数でコザ派には勝てなかったの。いつかは衝突しそうだな。その通りなのよ。急拡大したコザ派が那覇にまで勢力を拡大し、衝突が避けられなくなったわ。ちなみに、当時のコザ派の中心にいたのが、ミンタミーと呼ばれる新城義文よ。この人はどういう人なんだ？汽車場がリーダーじゃないのか？コザ派は汽車場をトップとする組織だったのは変わらないわ。でも、その下にはコザ派住民新家と呼ばれる部下がいたのよ。その新家の筆頭で、汽車場から最も可愛がられていたのが新城だったわ。可愛がられているのは又吉と一緒だな。沖縄ヤクザの世界は汽車場が中心だったわ。その中で、又吉と新城は二人とも汽車場から可愛がられていたのよ。じゃあ、コザ派が那覇に進出する件も穏便に済むんじゃないか？ところが、全くそうはならなかったわ。沖縄を震撼させる。血で血を洗うコザ派と那覇派の抗争が始まってしまうのよ。事件が起こったのは、1961年の9月9日よ。那覇派トップの又吉が、西原飛行場跡地でリンチされてしまったのよ。犯人はもちろん、コザ派の人間だったわ。いきなりトップへの実力行使かよ。このリンチによってコザ派は又吉を殺害できたものと思い、撤収したわ。でも、又吉はなんとか一命を取り留めたのよ。相手は数人がかりで殺す気でやったのに生きていたのか。これが、一回目に又吉が一命を取り留めた事件になるわ。一回目って、こんなのが何回もあるのか？だから又吉は不死身と恐れられることになったのよ。そういうことか。しかし、こんなことになったら、那覇派も黙ってないんじゃないか？派のトップが殺されかけたのだから、那覇派は報復をすることになるわ。暴力の連鎖が止まらなくなるんだな。こうして第一次沖縄抗争が始まってしまったの。コザ派は一回目の襲撃の失敗を反省していたわ。
そこで、別の手段でまた吉を暗殺しようとしたのよ。懲りずによくやるぜ。今度は銃でまた吉を暗殺しようとしたのよ。本土から銃の扱いに長けた人物を呼び寄せるほど徹底していたわ。どんどんエスカレートしていくんだな。それで、どうなったんだ ?1962 年11月13日に小座派の刺客が、また吉を銃撃したわ。ちなみに現場は自宅前だったわ。それで、どうだったんだ銃撃は成功し、弾丸はまた吉の体を貫通したのよ。しかし、また吉はこの銃撃でも奇跡的に一命を取り留めたわ。一度ならず、二度までも死の淵から生還したのか。ええ、二度も生還したまた吉は、不死身と恐れられるようになったのよ。敵からはもちろん、味方からもね。確かに、二回も生還したら信仰の対象になるくらいだよな。約一年で二回も暗殺されかけたことで箔がついたのよ。また吉は、沖縄で、絶大なカリスマを誇るヤクザとして知られるようになったわ。でも、この襲撃事件が沖縄のヤクザ界に与えた影響はそれだけではなかったわ。他にも何かあったのか?この暗殺事件で、沖縄では初めて銃が抗争に使われたのよ。これをきっかけに、抗争で銃が使われる事例が爆発的に増えていったわ。銃撃戦が始まってしまうんだな。そうなんだけど、これには沖縄という土地柄も大きく関係しているわ。そうなのか?沖縄ヤクザの誕生の裏には米軍基地が関係してるのよ。米軍から横流しされる銃や武器の量が、本土とは比べ物にならないほど多いのよ。なるほど、それは過激になりそうだぜ。だが、警察も黙ってはいないんじゃないか?もちろん、警察もただ見ていたわけではなかったわ。この抗争による逮捕者は両派合わせて100人を超えていたのよ。とんでもない数だな。だが、そんなことで抗争が止まるのか?効果はあったわよ。組員がどんどん逮捕と起訴されて、人員的にも金銭的にも疲弊したわ。なるほど、裁判もお金がかかるからな。こうして、両派の抗争の勢いは鈍化していったわ。第一次沖縄抗争は終わりを迎えることになったのよ。第一次ということは、第二次もあるのか?第一次沖縄抗争は序章に過ぎなかったのよ。第一次沖縄抗争では那覇派と小座派の、両組織が痛み分けということで終わったわ。でも、平和的な解決には程遠かったの。遺恨も残るし、何より内部の争いが表面化してしまったのよ。誰かが治めるってことをしなかったのか?沖縄のヤクザ組織は本土と違って、親分子分兄弟の関係がないのよ。険悪になった時に、治めてくれる人はいなかったわ。俺の顔に免じて、っていうあれが沖縄ではなかったんだな。それだと、収拾がつかないぜ。結果として、組織が分裂してしまうのよ。那覇派の田場森隆という幹部が、約70人を引き連れて、普天間派という組織を立ち上げるわ。また吉のカリスマも金銭問題には勝てなかったんだな。さらに、小座派もキャン成功という幹部が約150人を引き連れて、脱退したわ。そちらは、合わせ派という組織になったわね。記者場なら止められる気がするんだが、何もしなかったのか?記者場は引退したのよ。残った小座派は新庄義文をトップとして、ヤンバル派と改名することになったわ。こうして、沖縄のヤクザ界はこの4組織が入り乱れることになったのよ。ますます荒れる気配しかしなくなったな。ええ、お互いに小座市を拠点にしているヤンバル派と合わせ派が争い出したわ。日常的に小競り合いをするようになってしまったのよ。元は同じ組織で縄張りも一緒だし、揉めるのは当然だぜ。この状況は変わらなかったのか ?1964 年11月に事態は急転したわ。合わせ派がヤンバル派の顧問で、小座派のトップだった記者場を襲撃したのよ。これに激怒したヤンバル派は、合わせ派に対して報復を決定し、全面抗争が始まるわ。ここから、第二次沖縄抗争が始まってしまうのよ。第一次抗争の終焉から第二次抗争が始まるまでは、約半年しかなかったわ。半年って、ペースが早すぎるぜ。その抗争はどうなっていったんだ?最初はヤンバル派が優位に進めていたわ。そんな中、合わせ派が、那覇派の人間をヤンバル派と間違えて視察してしまうの。おいおい、飛び火してるじゃないか。旧小座派同士の内輪も目立ったこの抗争は、これによって拡大したのよ。合わせ派のトップのキャンは、この仲裁をなんと、本来の敵であるヤンバル派に頼むの。もう思考が追いつかないぜ。どんどんカオス状態になってしまってるじゃないか。当然、ヤンバル派はこの申し出を拒否するわ。まあ、どう考えてもまともな話じゃないもんな。ヤンバル派に断られた合わせ派は普天間派に仲介を依頼するわ。でも巻き込まれたくない普天間派はこの申し出を拒否するのよ。合わせ派は絶対絶命だな。もう誰にも手がつけられないんじゃないか?実は、この状況をなんとか収めようとした人物がいたのよ。誰なんだぜ?ダーリーこと、記者場なのよ。自分が襲撃されたのにか?四派閥全部に顔が利くのは記者場しかいなかったのよ。記者場は各組織のトップと話し、
この構想を収める提案をしたわ。また義太刀もそれを了承したのよ。よかった、これで構想は終わるんだな。ところが、合わせ派は混乱していたわ。再度、騎射場を襲撃してしまうのよ。もう、訳がわからないんだぜ。合わせ派は他の3派すべてを敵に回し、結果的に壊滅することになったわ。2年に及ぶ第二次沖縄抗争は逮捕者482名、奥州武器630艇にも上ったのよ。泥沼に思えた抗争もようやく終わったか。第二次沖縄抗争は終わったけど、今度はヤンバル派と普天間派が揉めてしまったわ。もう驚かないが、今度は何で揉めたんだ？第二次沖縄抗争で、普天間派は本来関係のない立場だったわ。でも、騎射場の仲裁を合わせ派に保護にされて、参戦せざるを得なくなったのよ。その報酬として、ヤンバル派に合わせ派の縄張りの一部を、普天間派がもらうという約束をさせるの。実利がないと動きたくはないよな。しかし、抗争が終了しても、その約束は果たされなかったのよ。結果、普天間派が激怒したということね。そりゃあ、普天間派が怒るのも無理ないぜ。具体的には何が起きたんだ？今回の抗争の手打ちの一環で、3派による遊技場の共同経営が始まったのよ。揉めそうな匂いしかしないぜ。でも、縄張りの件で起こっていた普天間派が対抗するのよ。この遊技場の向かいに自分の遊技場もオープンしてしまったわ。その他にも、合わせ派の縄張りだったところを力ずくで奪っていったの。1967年3月3日にヤンバル派が普天間派の幹部宅を襲撃したところから、第三次沖縄抗争が始まってしまうのよ。これは、第二次沖縄抗争が終わってわずか数ヶ月後のことになるわ。ああ、やっぱりこうなるんだな。普天間派は那覇派とヤンバル派を相手に抗争を続けたのよ。最終的には、普天間派のトップの田場が自宅にて銃殺されてしまったわ。組長が銃殺ってことは、ますます残党の報復が激しくなるじゃないか。また吉が殺されかけて第一次沖縄抗争が激しくなった過去もあるしな。でも、田場の妻がこの抗争の終結を普天間派の残党に強く進言したのよ。その意を汲んで、普天間派は解散して第三次沖縄抗争は終結したわ。奥さんも無念だっただろうが、立派な判断をしたと思うぜ。これにより、沖縄のヤクザ界は最初の頃と同じように二つの派に戻ったわ。結局元の形に戻ったんだな。この第三次沖縄抗争が終わったタイミングで、沖縄の日本復帰が決まったわ。それはめでたいことなんだぜ。そうでもなかったのよ。どうしてなんだ？沖縄は銃の入手が非常に簡単だったということは話したわよね。米軍からの横流し品があったんだよな。本土のヤクザ組織はこぞって沖縄に来て、銃を仕入れようとしたのよ。沖縄が日本に復帰するとなれば、簡単に沖縄に行き来できるもんな。このことに非常に強く危機感を持ったのが、又吉だったのよ。そこで、又吉は驚きの提案をするわ。どんな提案なんだ？ヤンバル派と那覇派が手を組むことよ。ヤンバル派のトップの心情ってまた又吉を二度も暗殺しようとした男だろ？それよりもまた吉は、本土のヤクザに付け入られることに危機感を持っていたのよ。今までの恨みは水に流して、心情に自分と手を組むように呼びかけたわ。殺されかけたことを水に流すなんて、私には絶対にできないぜ。普通はそうよね。だからこそ、この行為は、沖縄のヤクザから称賛されることになったのよ。また又吉は、この旧敵との合流によってさらに名を上げたわ。沖縄ヤクザ史上、最大のカリスマとも言える存在になったのよ。そりゃ、そうなるだろうな。人間の器がでかすぎるんだぜ。一方で心情も、この話に乗ったのよ。1969年12月に那覇派とヤンバル派は合流し、新たに沖縄連合琉球会を結成したわ。沖縄ヤクザ史に残る、歴史的な和解だな。これで本土のヤクザへの対応もバッチリだぜ。ところが、そうも言ってられなくなったのよ。まだ何かあるのか？ヤンバル派だった上原組が脱退してしまったことで、第四次沖縄抗争が始まってしまうの。せっかくの又吉と心情の思いが台無しじゃないか。というのも、脱退した上原にも言い分があるのよ。どんな言い分なんだ？第二次沖縄抗争を終わらせるきっかけの一つになった出来事なんだけど、合わせ派のトップの弟であるケン・モリーチを刺したという事件があったわ。これにより、上原秀吉が刑務所に行くことになったのよ。この出来事で上原秀吉はヤンバル派の中で英雄視されることになったわ。心情も上原の家族の面倒を見ることを約束したのよ。ヤクザの世界ではありがちなことだな。でも、心情はこの約束を守らなかったのよ。おいおい、心情は約束を破ってばかりじゃないか。兄である上原雄吉は心情と対立することになり、結果脱退したのよ。そりゃ脱退して当然だが、タイミングは最悪じゃないか？そうなのよ。沖縄人同士で争いたくはないという又吉の失望は特に大きかったわ。でも、嘆いていても動き出した抗争は止まらないわ。
上原一家は宜野湾市のクラブで、新庄を射殺してしまうのよ。上原にしてみれば目的の一つは果たせたわけだよな。でも、当然ここで抗争が終わることはなかったわ。むしろ、ますます泥沼に、はまっていくことになるのよ。またよしにも上原一家の手は伸びるのよ。1974年12月12日にまたよしの自宅に手榴弾が投げ込まれたわ。これにより自宅は大破したのよ。三度目の暗殺ということになるのか。しかし、またよしは自宅を留守にしていたことで助かったわ。三度死の危機から生還したんだな。まさに不死身の男だぜ。この一件も、またよしの不死身伝説に箔をつけたわね。でも、とうとう1975年10月16日にまたよしは上原一家によって射殺されてしまうのよ。6発撃たれた銃弾のうち、5発が命中していて、即死だったそうよ。不死身のまたよしも4度目の復活は叶わず、42歳という若さで亡くなってしまったわ。最後はあっけないもんなんだな。またよしの死によっても第4次沖縄抗争は終わらなかったわ。終結を迎えたのは、1981年のことだったのよ。随分長く続いたんだな。またよしの危惧通りに本土から山口組がやってきて、事態をより複雑にしたからね。またよしが亡くなったことで、沖縄のヤクザ界も大きく変革していくことになったのよ。10個目、愛媛僧侶ストーカー殺人事件。この事件は2014年12月16日午後8時頃に愛媛県松山市で起こったものよ。被害者は松山市のマンションに住んでいた当時37歳の黒田美希さんだったわ。自宅で殺害されたのか。ストーカー殺人って話だし、そのストーカーに殺害されてしまったのか。黒田さんを殺害したのは徳島県徳島市の強権寺の住職、くるみよしのりだったの。くるみは徳島県に住んでたのにどうやって黒田さんと知り合ったんだ？これについては後で黒田さんの行動を合わせてまとめて話すわね。事件当日、くるみは午後5時頃に黒田さんのマンションに訪れたわ。宅配業者に変装し、宅配伝票を貼り付けた段ボールとサバイバルナイフを持っていたのよ。変装して凶器まで用意してるってことは、事前に準備をしてたんだな。くるみは黒田さんを騙して部屋に侵入すると、彼女を殴り倒したのよ。そして首に刃渡り約10センチのサバイバルナイフを刺して殺害したわ。行動に躊躇がないぜ。最初から殺意を持って行動してたわけだな。しかし、家の中で起きたとなると発見が遅れそうだぜ。その日のうちに事件は発覚しているわ。その日、黒田さんは知人と待ち合わせをしていたのよ。時間を過ぎても来ない黒田さんを心配した友人が第一発見者になったわ。黒田さんは知人と何の約束をしてたんだ？その日は黒田さんが所属していたバスケットボールクラブの忘年会だったのよ。なるほど、同じクラブの知人だったんだな。それで通報はすぐにされたのか？最初に通報を受けて駆けつけたのは救急隊員だったそうよ。警察への通報は救急隊員が行ったわ。そういう経緯だったのか。あっという間の事件だったみたいだが、現場の状況はどんな感じだったんだ？現場の様子だけど、室内を漁った様子も、争った形跡もなかったそうよ。くるみは黒田さんを殴って、すぐに刺していたな。抵抗する暇もなかったんだろうな。ただ、現場からは黒田さんの携帯電話がなくなっていたわ。黒田さん宅から持ち出されてたのはこの携帯電話だけだったのよ。くるみは携帯電話だけ持ち去ったんだな。黒田さんの遺体はどんな状態だったんだ？遺体には刺し傷や殴られた痕跡の他に、首を絞めた形跡もあったわ。くるみには強い殺意があったようで、ナイフによる傷は頸動脈まで達していたのよ。それは妙だな。くるみは殴った後すぐに首を刺したって話だったし、その後に首を絞めたってことなのか？詳細はわからないけど、そういうことになるわね。刺された後に黒田さんが抵抗した可能性があるんじゃないか？でも、着衣の乱れもなかったのよ。首を絞める行為の理由はわかっていないわ。そうなのか。しかしくるみはどうして黒田さんを狙ったんだ？住んでる県すらも違うみたいだし、知り合うのは難しいような気もするが。ここからは、くるみが事件を起こした理由を話していくわね。さっき言ったようにくるみは、徳島県徳島市の強権寺の住職を務めてたのよ。住職ってことは、地元から離れるタイプの仕事じゃないよな。どうやら黒田さんが徳島市に来た時に知り合ったみたいなの。黒田さんは元小学校教師なんだけど、退職してからは接客業をしていたわ。保険のセールスにネイリストなど、いろいろね。黒田さんは複数の仕事をしてたんだな。じゃあその接客か何かの時に知り合ったのか？保険の勧誘をくるみにしたことがあるらしいから、きっかけはそうだと思うわ。しかしそれだけでストーカー行為をするとは思えないぜ。くるみはロマンチストで運命を感じてしまったのか？ロマンチストかどうかは知らないけど、くるみは黒田さんに好意を寄せていたわ。でも、くるみは事件前に結婚しているのよ。事件当時も妻との二人暮らしだったわ。既婚者だったのか？
そうなると、ますます執着する理由がわからないぜ。まして殺害するなんて意味不明だ。黒田さんが他の男と一緒に歩いているのを見たのが恨みのきっかけのようね。自分は別の女性と結婚してるのに、それじゃあ完全に逆恨みだぜ。ネットでは黒田さんとくるみが不倫関係だったって説も上がってるけど、これに関しては確証がないわ。そのあたりは当事者にしかわからないな。二人がただの勧誘員と客の立場だったのかは、それはそれで怪しいのよ。後で話すけど、勧誘員と客の立場を超えたやりとりがあったわ。一線を越えたやりとりの末に事件が起きたのか？まあ、殺人をした時点でくるみに同情の余地はないが。話を戻すわね。黒田さんに一方的に恨みを抱いたくるみは、まず誹謗中傷を始めたのよ。誹謗中傷って、ネット上で悪口を書き込むことだよな。どんな書き込みをしたんだ？接客態度が悪いといった感じの、接客業に関する悪口だったわ。実は、くるみが警察の捜査線上に上がったのもこれが理由なのよ。黒田さんの接客についてという体で書き込んでたのか。ネットでわざわざそこまでするくらいだし、かなりの恨みを抱いてたんだな。それだけじゃないわ。くるみは探偵事務所へ依頼して黒田さんの身辺調査をさせていたのよ。これによって黒田さんの自宅や行動パターンなどがくるみに知られてしまったわ。いくら探偵とはいえ、それって法的に認められてる行為なのか？探偵業法って法律があって、その法の範囲内ではあるわね。探偵業のための張り込み、聞き込み、尾行、データ調査は許可されてるのよ。不正な入手手段でなければ違法にはならないわ。探偵業法なんて初めて聞いたぜ。だが、それで事件が起きたわけだし、探偵側も良くなかったんじゃないか？この時の情報が犯行に繋がったのは事実だわ。でも、依頼者側のモラルの問題だから探偵側の非は問えないわね。確かに、くるみが嘘の依頼理由を言えばそれまでだな。もちろんだけど、これは探偵業法に基づいた基準の話よ。個人がそんなことをやったら違法行為になるわ。私には縁のない話だが、気をつけるぜ。それで重傷を知ったくるみは、すぐに事件を起こしたのか？すぐには起こさなかったわ。でも、事前に車で現場近くを訪れていたようね。黒田さんのマンション近くの防犯カメラにもくるみの車が映っていたのよ。下見をしていたのか？犯行時の準備といい、計画的だぜ。下見だったのかは不明だけど、黒田さんは事前にくるみの行動を察知してたようで。最近しつこく男につきまとわれている。ストーカーされているかもしれない。なんで私が松山に住んでいることを知っているんだろう。と、友人に相談してたわ。ストーキングされてることに気づいてたんだな。この件はちゃんと警察に相談はされてるのか？それが、黒田さんは警察に相談してなかったみたいなのよ。この理由についてはわかってないわ。警察に言わなかった理由が気になるぜ。事前に相談していれば違う展開もあったのかもしれないな。そうなんだけど、そのまま事件に繋がってしまうわ。事件当日の黒田さんは友人とのランチの後、午後2時頃に帰宅しているわね。夜には忘年会の予定があったんだよな。ええ、それまで黒田さんは自宅にいたのよ。このタイミングで、くるみは黒田さんのマンション近くに来たわ。部屋の明かりがついていることで、家にいるのを確認したのよ。黒田さんが家にいるのを確認してから犯行に及んだんだな。これで事件発生までの話はわかったぜ。ところで、事件後のくるみはどんな行動をしてたんだ？黒田さんを殺害した後、くるみは彼女の携帯電話を持ち出したわ。そういえば、携帯電話だけがなくなっていたんだったな。で、その後のくるみはどんな行動をとったんだ？黒田さんの家を出たくるみは、一般道で自宅のある徳島市へと向かったわ。高速道路を使わなかったのは、記録が残る可能性を恐れてのことね。事前準備や変装もそうだが、かなり慎重に動いているな。それだと、犯行後に痕跡も隠していそうだぜ。ええ、道中の吉野川河口付近で、サバイバルナイフと黒田さんの携帯電話を捨ててるわ。現場から県をまたいだ場所に証拠を捨てたのよ。そうなると、警察も捜査に苦労しそうだぜ。実際、捜査はかなり難航していたわ。警察は顔見知りの犯行だと考えたけど、容疑者が絞れなかったのよ。くるみの隠滅行為もあったけど、黒田さんは仕事で県外にも出てたのが大きいわね。だから警察は、県外にも人を派遣する必要があったのよ。県外にも捜査の手を広げるとなると相当な動員数になるんじゃないか？投入した捜査員は約1万7千人と言われてるわ。そんな中でくるみが容疑者として上がったきっかけが、誹謗中傷の書き込みだったの。ネット上で、黒田さんの接客が悪いって書き込んでたんだよな。とんだ自滅行為だぜ。さらに、黒田さんのマンション近くの防犯カメラ映像で容疑が深まったわ。カメラにはバッチリ、くるみの車が映っていたのよ。それでくるみは逮捕されることになったんだな。ええ、事件から約半年後の2015年6月4日にくるみは逮捕されているわ。逮捕後のくるみは取り調べに対して、私が殺しました。最初から殺すつもりで部屋に行った。と供述してるわ。
殺害自体はすぐに認めてるんだな。気になる動機の方は、何も話さなかったのか？動機については答えたくありません。簡単に話せる話ではない。と話しているわね。ただ、これについては法廷で少しだけ触れられてるわ。詳細は分かってないって話だったが、法廷で何か判明したのか？くるみの初公判は2015年11月25日に行われたわ。ここでの検察による冒頭陳述で、黒田さん殺害の動機が判明したのよ。どんな動機だったんだ？検察によると、くるみ被告は接客業をしていた黒田さんに現金340万円を渡し、仕事を辞め、他の男性と会わないように要求したが関係が悪化し、お金を返してもらえず殺害に至った。というのが犯行動機なのよ。黒田さんはくるみからお金をもらってたのか？それならさっき言ってたみたいに普通の勧誘員と客との関係性じゃないってことになるぜ。その話は本当なのか？公的な場で検察から語られたわけだから、信憑性は高いわ。くるみ本人はこの内容について反論してるのか？この内容については、くるみも間違いありませんと認めてるわ。それと被告人質問の時には黒田さんに対して、取り返しのつかないことで被害者には大変申し訳ないことをしてしまったとも語ってるわね。反省しているという態度で裁判に臨んでるんだな。でも、殺害した経緯に関しては、大金を渡したにもかかわらず、仕事を辞めず、自分以外の他の男と会っていたことを知り、怒りがこみ上げたとも証言してるわね。やはり検察の言う、大金のやり取りは本当なんだな。だが、黒田さんがお金を受け取った理由が気になるぜ。額が額だし、後のことを考えたら受け取らない方が無難じゃないか。それについては後で少し話すわ。次は犯行内容の話になるけど、ナイフによる殺害は想定外だったとくるみは話しているのよ。当初、くるみは事故死に見せかけたかったみたいなの。おいおい、サバイバルナイフを用意してるじゃないか。なのに事故死に見せかけようとしてたって証言したのか？初公判の中でくるみは気を失わせて風呂場などでの事故死を装おうとしたが、抵抗されているうちに刺して殺すしかないと思ったって証言してるのよ。現場にそんな痕跡はなかったし、くるみは殴り倒してすぐに刺しているぜ。だからこの証言には違和感があるのよね。信憑性は低いと思うわ。罪を軽くするための抵抗に思えてしまうぜ。それで、最終的にどんな判決が出たんだ？くるみに下されたのは懲役16年だったわ。日野浩一郎裁判長は、黒田さんへの恋愛感情を断ち切れず、金銭を渡したのに会ってもらえないことによる恨みなどの感情に囚われた犯行で、動機はあまりに未熟だと判決理由を語ってるわね。大金を渡したのが事実だったとしても、身勝手な理由で殺人をしたのは事実だからな。でも、その一方で黒田さんの不誠実な態度にも触れているわ。340万円もの大金を受け取って約束を破った点ね。ずっとそこが気になっていたんだ。普通は勧誘先の客からそんな大金を受け取ったりしないぜ。最後に、黒田さんが大金を受け取った理由に関する説を紹介するわ。何がどうなったら大金のやり取りに発展するのか、気になるぜ。話す前に、ソース不明のネット情報ってことを前置きしておくわね。当てにはならないってことだな。それでも聞きたいぜ。実は、黒田さんが風俗の仕事をしていたという説が上がっているのよ。黒田さんはいろいろな仕事をしてたって話だったな。その中に風俗業が含まれてたかもしれないのか？あくまでネットの情報だけどね。それだと、くるみが大金を渡した理由もわかるような気がするぜ。だが、さっき霊夢は不倫関係にあった可能性も指摘していたな。風俗嬢と客として出会った可能性もあれば、別の形から不倫関係に発展した可能性もあるわ。これらの説から、ネットでは黒田さんがお金を騙し取っていた可能性まで語られたのよ。くるみは黒田さんを独占するために大金を出し、黒田さんが約束を破った可能性もあるんだな。だが、ネットで何が語られようが、くるみが悪いことに変わりはないぜ。しかもガセだったら黒田さんがあまりに気の毒だ。その通りだし、ネットの噂は鵜呑みにできないわ。ただ、検察が発言している以上、大金のやり取りが真実である可能性は高いのよ。今となっては、くるみしか真実を知らないわけだな。もやもやするぜ。以上が愛媛僧侶ストーカー殺人事件よ。大金のやり取りとか気になる部分もあるが、くるみの犯行は許されないぜ。くるみが黒田さんに好意を寄せていた可能性は高いけど、事件当時のくるみは既婚者だからね。まったくだな。しかし、そうなるとなおさら詳細が気になってしまうぜ。二人の出会いと、大金のやり取りの理由がわからないことには、完全な解決ではないわね。マリサの言う通り、真相はくるみしか知らないのよ。そういえばくるみは住職をしてたって話だったな。こんな事件を起こして、寺の宗派とかからは何か言われたりしなかったのか？泥を塗るどころじゃない気がするぜ。くるみは浄土真宗本願寺派だったらしいんだけど、本事件に関しては、事実であれば厳正に対処すると発表してるわ。
事実なことはほぼ間違いないから、すでに対処したということだな。しかし、お寺もとばっちりだぜ。というわけで、今回は愛媛僧侶ストーカー殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。